尾形降臨室、柿つばたず病部、原読文化は、江戸時代前期、原禄年間前後の17世紀後半から18世紀初頭に、かけての文化。17世紀の中期以降の日本列島は、農村における商品作物生産の発展と、それを基盤とした都市町人の台頭による産業の発展及び、経済活動の活発化を受けて、文芸、学問、 芸術の著しい発展を見た。特に豊かな経済力を背景に成長してきた町人たちが大阪、京など上方の都市を中心に優れた作品を数多く生み出した。そこでは庶民の生活、心情、思想などが出版物や劇場を通じて表現された。ただし、その担い手は武士階級出身の者も,のも多かった。また、 同じ髪型でも京より大阪に重心が移ると、同時に文化の当然運動も進展し、江戸、東国が文化に占める重要性が高まっていく端緒となった。貴族的な雅を追求する芸術も一方には存在したが、民衆の情緒を作品化したものが多く、浮世像史の伊原西閣、徘徊の松尾芭蕉、浄瑠璃の近松門左衛門といった世間の現実を見据えた。 文芸作品も生み出された。また、実証的な古典研究や実用的な諸学問が発達し、芸術分野では、尾形光琳や浮世絵の始祖といわれる、菱川諸信が現れた。音楽では、幾多流奏曲や新城瑠璃、長唄などの新展開が見られた。さらに、人形城瑠璃や歌舞伎狂言も、この時代に大成した。マテオリッチ制作。 今夜万国全図日本国内で1604年頃に複製されたもの。カタカナで振り仮名がなされている。東北大学附属図書館所蔵日本人制作による現存最古の地球に渋川春海作。国立科学博物館の展示。原品は重要文化財16世紀中央以降ヨーロッパ人が渡来して当時の日本に世界全体に及ぶ。 地理認識が伝えられると、それまで日本人が依拠してきた本庁、新官、天竺からなる三国世界観は大きく揺さぶられることとなった。中世の日本人が思い描いていた仏教色の強い世界観は変更を迫られ、従来の三国がアジアの一角を占めるに過ぎないことが広く理解されたのである。 日本国内にあっても世界と日本の地図を裏表に描いた各種の世界図屏風が作成され男女を描いて世界の民族を示した万国人物図も刊行された。中でもイタリアのマチェラータ出身で民国での布教に尽力したイエズス会宣教師マテオ・リッチが1602年に作成した今夜万国全図は ヨーロッパの世界地理認識と東アジアの地理認識を組み合わせた当時、世界最高水準の世界地図であり、説明が漢字で日本人にも親しみやすいところから日本にも伝えられて数多く模写され、当時の日本人の世界地理認識に大きな影響を与えた。やがて江戸幕府によって長崎貿易を許可されたオランダの人々によってより正確な世界地図や、 地球儀がもたらされた。このように多したような世界地図が伝来し、それをもとに多くの日本人も世界地図や地球儀政策に携わったこと、またこれらが様々な形で一般に流布したことは、近世日本文化を特徴づける要素の一つとなっている。鎖国体制にあっても日本人の海外への関心は失われることはなかったのである。情報空間が広がり、 島原の乱以降の平和によって、日本列島全体が経済成長を遂げたことが、文芸、芸術の発展や、諸学問の交流のもととなった。上流社会において維持されてきた伝統的な和歌や、レンガに対し、レンガから派生した徘徊では、庶民生活に根ざした、おかしみをおもとし、江戸初期に、松永帝徳が現れて、シ礼や国慶によって、句を作る、定門派を形成した。 旅姿の松尾芭蕉と河合空森川巨六室十七世紀後期には大阪に西山総院が現れ自由、奇抜で軽妙な思考を得意とする断輪派を形成し近世の庶民史とも言うべき独自の地位を築いた。断輪派は江戸にも広がり遠方から上京にかけて新校長人層に支えられて前世紀を迎えた。 浮世造市で知られる、伊原西閣もまた本来は断輪派の廃人であり、明暦2年15歳の頃から廃会を始め、漢文2年頃には廃会の天者となっていた。焼かず廃もこなし、上京元年には、住吉大社で一昼夜に23,500句の廃会を読むという記録を打ち立てている。廃生と称される、松尾芭蕉は、 元、伊賀国上野の東道家に仕えた武士であり、工学の君主、東道義忠の近所に取り立てられ、その影響もあって、当初は京都の国学者、北村紀元から低門派の徘徊を学んだ。義忠没後の漢文12年、江戸に出た馬蕉は断輪派の強い影響を受け、深川六軒堀に馬蕉案を営み、そこに住んだ。芭蕉はやがて、奇抜な着想と、 貴族な奔放さに走った断輪徘徊に飽き足らず、レンガの第一句を文学作品として独立させ、民衆の言葉を用いながらも、和歌、レンガの長い伝統を生かす、昭風徘徊を確立した。西行や、葬儀な中世主の伝統の上に立った場所は、神味を求めて変わり続ける、流行性こそが不液であると唱え、わび、錆、び、しおり、軽み。 細身などで示される有限貫弱の境地を目指し、これによって徘徊は和歌、レンガに並ぶ芸術性の高いものとなった。彼の句の多くは、荒野、サルミの、隅田原、冬の日など、徘徊七部署に収められている。場所はまた、武士の身分を捨てて、各地を旅し、門人らと交流しながら、自然と人間を鋭く見つめて、奥の細道、野ざらし気候。 旧の将軍、さらしなのりゆきなどの優れた飛行文も表した。彼の門人の多くは、信仰の商人や裕福な農民、武士、僧侶、神官などであり、こうした地方文化人の支持を集めて、商風徘会は全国的な広がりを見た。特に香川、商風王国と呼ばれるほど商風徘会の盛んな土地柄であった。尾張もまた徘会の盛んな土地で、 西閣を師と仰ぐ断輪派の廃人が百名もおり、場所が名古屋を訪れると、商風も盛んとなった。上方の原独廃人として場所と並び称せられる、存在が、摂津国炒め出身の上島鬼貫である。鬼貫は、僧院、場所の影響を受けながらも、誠の外に、徘徊なしと唱え、作為を加えず自然のまま泳ぐのが根本であるとして、独自の廃風を開いた。 この影響もあって、摂津、河内、泉のあたりでは、徘徊の愛好者が多く、元独年間の南河内軍では、軍中の凝らず流行し、在京商人であった三田上級の河内官名書記には、女わらべ、山月まで徘徊を持て遊ぶようになったと記録している。なお、上級は、家業の傍ら、徘徊の師匠が、前くの代を出し、 それに弟子が付けくする前くつけを師匠とは面識のない不特定多数の弟子との間でも行えるよう聖書書を営んでいた。これは今日でいう通信教育がすでに行われていたことを意味している。伊原西角蔵歓迎から漢文にかけて金星小説の選考を成したのが金蔵師である。金蔵師は中世の乙木蔵師の流れを組み平位で 教訓的ないし娯楽的な傾向を有し、その種類は多岐にわたった。また、その文学的内容にも、まして、漢本すなわち、印刷本としては場広い読者層を持ったところに意義が認められる。ただ、社会の矛盾を捉える視点を持つものもあり、そのような作品としては、万治2年から漢文6年にかけての作と推定される、浅井良尉の浮世物語が代表的である。 両位には他に、東海同盟初期、都議女子があり、また、王宇の武家出身の如来師による、随筆風の、河原行伊勢の石、富山道屋の、畜祭、作者未章の、ひとし物語などが知られている。二人びくに、因果物語、念仏像史の作者、鈴木昭造は、金造史によって、特定の宗派にこだわらない形での仏教教家を、試み、 日々の職業生活の中での信仰実践を説いた。金蔵氏の作者には、公家や僧侶、浪人、学者が多かった。人間中心の文学をさらに推し進めたのが、元禄期に現れた、伊原西閣である。西閣の経歴は不詳であるが、大阪の富裕な町人、平山東吾とする説がある。徘徊における死であった、西山宗院が多界した、天羅二年、西閣は、 自由な三文形式による公職一大男を書き上げた。もともと予儀として始めた小説執筆であったが、本作品は町人の手による町人を対象とした町人を主人公とする町人の生活者を描いたという点で画期的であった。小説に転じてからの才覚は現実の世相や風俗を背景に人々が 愛欲や金銭に執着しながら、自らの才覚で生き抜く姿を描いており、これは、浮世像史と呼ばれ、日本文学に、新しい世界を開いた。才覚文学の新しさは、人間は欲に、手足のついたもの、世に銭ほど、面白きものは、なしの言葉が示す通り、人間の欲望を肯定し、町人の鋭利の才能や、消費生活を楽しむ姿を写実的に描いたことで、あった。 日本永代蔵では、三井黒衛門という人物が、江戸日本橋の駿河町に五福店を出店し、現金かけねなしの商法で人々に利便を与えた、一方で距離を得たことを肯定的に紹介し、金持ちになるためのノウハウが具体的に記されている。そこでは、剣語、才覚、始末、分別、観人、正直などの特目が勤労における実践的な、 倫理として示されている。また、公職一大男では、莫大内産を引き継いだ世之助が、少年時代から、女語の姉妹船出する還暦までの恋愛生活を、世間胸残用では、年末に借金取りに追われる、仮想町人の引き劇を描いた。その文学の特徴は、偶然の積み重ねで人の世が思いがけない展開を、遂げることをリアリスティックに描いていることであり、 その文章はまた、余分な語や無駄な文のない環境自在の性格を持っている。代表的な作品には、公職一代男、初演大官」、「公職一代女、公職五人女、公職清水器、彩閣置き土さんなどの公職物、武家切り物語、武道伝来記などの武家物、日本栄太柄、世間胸残用、彩閣織留などの町人物、彩閣諸国話、 才郭族連れ連れ、本庁二十不幸、本庁桜影肘などの雑話物がある。才郭はまた、徘徊や浮世草子ばかりではなく、浄瑠璃の脚本や役者評判記を書き、他人の本に差し絵まで提供するなど、当時におけるマルチタレントぶりを遺憾なく発揮している。才郭に続く浮世草子には、八文字や辞書による形成色ジャ線。ミ 役者口三味線などの三味線物があり、八文字屋の大作者として活動したこともある江島奇跡は世間失速奇質、世間娘仇など奇質物を表した。これらは京都の八文字屋から出版されたことから八文字屋本と言われた。浮世蔵氏は、京、大阪の都市町人のみならず、商品生産の先進地であった機内農村でも、不能。 不祥らによって愛読された。近松門左衛門、曽根崎新中上演の妖精地前藩士の子として、京都に生まれた杉森の部森が近松門左衛門と名乗り、歌舞伎、人形浄瑠璃の専門的な二曲作家として活躍したのは、西角の活躍とほぼ同時期であった。近松は、天那三年に、曽我物の四つに ソ顔系の宇治加賀城のために表したが、これが彼の浄瑠璃作品の第一作であった。上京2年には、大阪の竹本義太夫時計の加賀城が、道頓堀で共演したが、伊原西閣が、加賀城のために、小読み、外人、八島マノに作品を書いたのに対し、義太夫は、賢女の手習い新歴と近松の新作、出世、歌劇世で対抗した。歌劇世は、 平家物語や農学、講和構えでも取り上げられた題材であったが、近松はそこから悲劇的な葛藤を取り出して、人間性豊かなドラマに仕立てたのである。こうして、近松の脚本は、竹本義太夫と出会い、義太夫自身によって語られて、民衆の人気を博した。近松、義太夫が現れてからの浄瑠璃はそれ以前とはほとんど、 内容を一新させてしまうほどでだったので、それ以前を古城瑠璃、それ以降を新城瑠璃と呼んで区別している。近松はまた、上方歌舞伎の名優、坂田東十郎のために、京成阿波の鳴門などの名編を作撃しており、真に、城瑠璃脚本に先進したのは、元禄十六年の、曽根崎新中が最初であった。近松は、歴史の中の英雄の姿を描く一方、 現実の社会にも、題材を求め、義理と人情の板挟みの中で人間らしく、生きようとする庶民の極限状況を描いた。代表的な作品として、曽根崎新中、新中天毛島、メイドの飛脚、新中良い行進、女札油地獄、夕霧やわなると、丹波与作町夜の小室説など、当時の世相に題材を取った世話物、国政や合戦。 陽明天皇職人館、京成半言孔など、歴史上の事件に題材を取った時代物などがある。曽根崎新中は、実際の新中に取材した世話物の第一作であり、ことに、お初特命道行きの場面は、名文として知られ、お牛空をして短足せしめたと言われている。新中天王島もまた親子、夫婦、恋人の間の愛が、 封建社会の通念や金銭が絡んで身動きできず、真珠へと追い込まれる葛藤を描いた名作である。曽根崎真中の興業が成功したことにより義太夫は、それまでの多額の債務を完全に返済し、自らは身を引いて、武田出雲に竹本座の経営を任せ、近松はその座付き作者として、脚本執筆に専念することができるようになったと言われる。 最核のリアリズムに対し、地下松を特徴づけるのはそのヒューマニズムであり、共に近代主義の見地から見ても評価が高い。若い男女が死ななければならないほど愛し合う姿は、近代的な観念としての恋愛を、日本で初めて描いたものと言えるのである。地下松に続き、髪型からは、八百やおななかざいもん菅原伝授手習い館、吉継千本桜、 金本中心蔵の武田出雲が現れ、近松藩士、錦木分流、並木川流などの劇作家を輩出した。なお、竹本座材発足のために表された、陽明天皇職人館では、この時期の情報都市民による和朝、新国の日本意識が示され、自頭天皇家軍法では農民によって構成された、義勇軍が自頭女帝のために戦う場面がある。 また別の作品では、関東が批判されるなど、当時の情報庁人が人民を部位で抑える、領主支配に対して批判的意識を持っていることなどが伺われ、それと同時に朝廷に対する親近感が示されているのである。江戸歌舞伎発祥の地非公実する有利と並んで、町人たちの陥落の場となったのが劇場である。劇場の発展が最初に見られたのは、 奥に歌舞伎以来の伝統を有する髪型であった。京では、遠方の頃場大橋の東側に、歌舞伎、浄瑠璃の芝居小屋が7箇所、市場通りの南北に面して立ち並んだ。大阪では、道頓堀を中心に、歌舞伎モノマネ、からくりモノマネ、狂言モノマネなど6箇所に影響権の免許が下りた。江戸では、関営から万事にかけて、戸座、村山座、山村座、 森田座などの劇場が現れるが、後に、堺町の中村座、吹屋町の市村座、小引町の森田座の、いわゆる江戸三座の基礎が据えられた。歌舞伎などの工業は、当初は、公共を必要としなかったが、漢文期に入って、幕府の芸能統制が整えられ、長武業が公認する、名代と称する、工業権を取得しなければならなくなった。このような工業制度は、 東西で相違があり、江戸では、名題、座元、芝居ともに一人の持ち主に相続され、例えば、中村沢、勘三郎、市村沢、宇左衛門が役者として工業権を持って、世襲的に工業を運営したが、上方では直接工業を行う座元が、漢文から元禄にかけて、芸団を編成して、未代を借り、劇場と契約を結ぶ形を取った。 髪型におけるなしろがり順を生むものとして、売買の対象になると、歌舞伎そのものの商品化も一層進み、役者評判機が観光されるようになった。皇居によって、常設の小屋が整備されると、劇場施設の改良や拡充も進み、さじき、引き幕が使用され、漢文以降は板塀、むしろ屋根が設けられるようになり、原独期には、劇場の全蓋形式が、ほぼ完了した。 教法に入ると、劇場全体が屋根に覆われるようになって、雨天工業が可能となったが、これに伴って、工業時間も伸び、遠方以降は12時間に及ぶことも珍しくなく、なった。演目も増え、役者の数も増加し、劇団の確率を見るようになったため、従来、河原の古事記などと称されて、純鮮民の扱いを受けていた歌舞伎役者、浄瑠璃太夫、石橋太夫、 舞台優などの社会的地位も向上した。観客数も増加し、元禄以降は、不女子の観客数が男子をしのぐに至っている。近世の歌舞伎、説教説、浄瑠璃は、武家、貴族、寺社をパトロンとせず、広範な庶民層の指示によって成り立ち、主として観客の入場料で成り立っていた点で、真に庶民による庶民のための芸能であった。岸川諸信。 歌舞伎図描部歌舞伎は歌と踊りを中心とする舞台芸能から物語性を重んじる演劇へと変化した。各制度の皇居に伴って初期の女歌舞伎は風紀を乱すとして他の女性芸能ともども歓迎6年に禁止された。少年による若し歌舞伎も初期の時代には盛んであったが、この段階で先行する能や狂言の舞が導入され、 モノマネなどの個人芸が成立するとともに放課、雲舞など軽技の要素が加わったとされている。ところが、上元年、若歌手歌舞伎も、また風紀を乱すとの理由で、全面的に禁止された。それに対し、歌舞伎再開を望む庶民の声には極めて根強いものがあったので、俳優が若手の象徴である前髪を切り払い、戦場的な舞、 踊りを排して、モノマネ狂言尽くしのみを演ずるということを条件に、再会が許されたと言われている。これ以降、青年男子のみが演ずる野郎歌舞伎として、現代に引き継がれている。ただし、この条件は一方では、歌舞伎を養殖本位の芸能から、儀芸本位の芸能に進化させる契機になったとも、評される。また、漢文以降は、演目に2番続き、 3番続きの狂言が仕組まれるようになって多幕物が発生し、このことは演劇内容が筋立てを中心とする複雑なものへ進化していったことを物語る。さらにこの多幕物が引幕や花道の出現を流したように舞台構造、装置にも創意工夫が施されるようになった。初代吉沢彩音演劇批評の分野は、 遠方2年の野郎評判、悠々以降一層盛んになり、元禄末頃までに43点もの役者評判機が刊行された。これは、歌舞伎そのものの流行とともに、その質的な発展を物語るものであり、さらに演技力向上を促した。遠方年間以降は、立役、仇役、若女房、若主方、歌者方、同系方、子役など役柄の文化が進展し、 状況、元読期には、立役や、小山役者の中から、多くの名優が現れた。上方では、状況年間の大阪で、嵐三江門が現れ、その一座からは、初代竹島高材門、藤田小平次、荒木四次兵衛などの名人が現れた。元読には、京の竹島神兵、山下行江門、坂田東十郎の三名が台頭し、 とりわけ初代藤十郎は狂わものを含み恋愛などを優美に演じる形成時の達人として、その写実的な演技には定評があった。役者の子として生まれた藤十郎は、遠方六年、大阪での夕霧名残の正月によって名を挙げたが、これは彼の生涯にわたる中心的な演目となった。また、いわゆる小山の演技は、上方の水木達之助と吉沢彩美。 荻野沢のすすらが名優として名高かった。なお、原禄時代の髪方歌舞伎に特徴的なのは、仕組みの多くが、お家騒動の構造を持つことであった。お家騒動は、そこに、危機的状況、義理人情の倫理、恋、因が、終端など、人生の様々な局面を盛るのに適しており、上実した各種の役柄に、それぞれの持ち場見せ場を与え、これが、いわゆる、 和ごとの演技様式確率に大きく寄与したのである。初代、市川團十郎による、造員の山上玄内最門の華やかで妖艶な、上方歌舞伎に対し、江戸ではそれ以前に流行した、金ぴら浄瑠璃を歌舞伎化した、勇壮活発な演技が人気を博し、元六頃には、歌舞伎の成功は上方に劣らぬものとなった。初代、市川團十郎は、教格として知られた、 当県十右衛門と親しかった子も、十三の子であり、遠方元年に14歳で、四天王地律の坂田金時役で、初舞台を踏んだ。傾き者の風俗と独特の演技術で大評判となった。こうして、荒ごとの演技術が團十郎によって体制され、特に、勝時誉まれ、蘇我、スケロク、しばらくは、江戸市民の間に絶大な人気を博し、 元六七年には上落して、京都でも大当たりしている。彼は、蘇我五郎や鎌倉健五郎影政を演じることを好んだが、自作の平根元蘇我で、五郎が不動明王になって登場した時、下唄国成田周辺からの見物者が多かったため、後に成田不動にも出たことが起源で、成田屋を称したと言われている。二代目、市川團十郎は父である初代。 団十郎の芸を継承し、勇壮な荒ごと芸を体制した。団十郎と並んで、江戸で人気があったのは、中村七三郎である。団十郎の荒ごとに対し、和ごとを得意とし、曽我者では十郎を演じた。歌舞伎狂言は、単に小屋での感激にとどまらず、姿勢に、小愛炉が流行したり、役者絵が観光されるなどの社会現象となり、町人の生活に多方面に根を下ろし、 人形浄瑠璃と並ぶ庶民の娯楽として文化全般に影響を与えたのである。文楽人形浄瑠璃は中世の兵局や太平記をはじめとする辻公爵などの伝統を受け、それらとは異質な語り物芸能として成立した。当初の代表作が浄瑠璃姫物語であったことからその名が付けられた。近世諸島にあって美腕に代わって三味線が伴奏楽器となり、 西宮の区仏師の人形と提携したことから、語り、三味線、人形の三者による共同芸能に進化した。また、杉山団子城と薩摩清志雲によって京から江戸へともたらされた。なお、語りだけの浄瑠璃も残っており、仙台浄瑠璃、欧州浄瑠璃と呼称されている。浄瑠璃は、はじめは江戸の金平浄瑠璃に代表されるような、 豪快優層な語り物であったが、それが筋立てによる芝居として、本格的な総合芸能として進展するのが、漢文、遠方年間であり、上方では、井上張馬城と宇治香,香城の二人の名手が現れた。この上方浄瑠璃を体制させたのが、上京元年に、大阪の道頓堀に矢倉をあげ、竹本座を創設した竹本義太夫である。義太夫は、浄瑠璃の書流を総合し、 小歌や俗用、民用などの長所を取り入れて、それまでの古城瑠璃の曲調とは異なる、義太優説という独特の語りを完成させた。義太優説は人形浄瑠璃の最盛期を形成したのみならず、その後の浄瑠璃の曲説の主流を成した。劇としての人形操り芝居を歌舞伎と並ぶ、近世芸能の地位に上昇させるために力あったのが、常実の地松の戯曲である。 生来の美声に恵まれた、竹本義太夫であるが、作者に、近松、工業士に、竹田出雲、人形遣いに、辰松八郎兵衛、吉田三郎兵衛、三味線に、竹沢五右衛門という人材にも恵まれていたのである。竹本義太夫の弟子であった、竹本うねべは、元禄十六年に、豊竹座を起こし、座付き作者の機械音を置いて、竹本座と共に、 人形浄瑠璃の最盛期を築いた。義太雄説と並んで、語り物でけで名を挙げたのが、と一中で、彼の作った一中説は、宝永年間以降、江戸でも流行した。江戸ではまた、聖徳の頃、江戸藩太雄が、藩太雄説を開き、ついで、その門下の天馬や東十郎が、加藤説の一流を語った。人林君毛水に見える、門説教ささら、故宮。 三味線の三人組による門付け芸として描かれている。中世に後期した語り物芸能である説教説は、カルカヤ、年シ丸リマル、方グリホ大ガン、天国愛ョウ篠田ブ、梅若テ蔵コク、アイゴ,ゴイ松浦長者など中世に起源を持つ物語を主な演目とし、主人公の螺烈な運命と復讐、転生などをモチーフに、 仮想民衆の情念あふれる世界を描いた民衆芸能である。説教説は長らく古事記芸として、大道芸、門付け芸として行われてきたが、近世に入って、三味線の伴奏を得て洗練される一方、操り人形と提携して小屋掛けで演じられて、庶民の人気を博し、万事から漢文にかけて、江戸ではさらに元六五年頃までがその最盛期であった。 義太夫説に押されて、早々と廃れてしまった髪型に対し、江戸は三都の中で、最も説教説が盛んで、元六年間には、天馬獣太夫、武蔵県太夫、東ずま郎、江戸孫四郎、結城孫三郎らが矢倉を掲げて説教座を営んだ。他、語り手としては、村山兼太夫や大阪七郎太夫ら著名な、説教太夫がいた。しかし、十八世紀初頭を過ぎると、 江戸においても、説教説による人形操りは衰退し、教法年間に現れた二世岩見城、藤原森主あたりを最後に、江戸市中の説教座は姿を消し、再び大道芸、門付け芸となっていった。この過程で、古い説教説のスタイルは消え、構成も師匠も浄瑠璃の影響を強く受けた、説教浄瑠璃の形になった。人林君猛瑞より、 祭文歌祭文の歌本、油屋お染九章祭門は、神道に主たる起源を有し、本来は、祭りの時などに神器に対して、祈願や祝詞として用いられる願文であったが、神仏集合の信仰を著しい中世にあっては、山伏主権者に受け継がれ、釈状やホラ貝を伴奏として歌謡化する一方、主験の旅に伴い、日本列島各地に広がり、下級宗教者や、 角付け芸人の手にも渡って普及した。江戸時代に入ると、サ門は、説教説同様に三味線などと結びついて歌謡化し、これを、歌サ門もしくは、祭り文節と称した。歌サ門は、原読以降、八百八百七小石の歌サ門お染め九章やぶイり真獣サ門などの演目が、現れ、世俗の恋愛や、真獣事件、あるいは下世話なニュースなども取り入れ、 一種の口説き調に読み込むようになった。歌舞伎、浄瑠璃の演目として知られる、桜爪藩サメザの元となった古手ア八郎兵のお妻殺しの事件も、当初は歌左衛門で歌われた作品である。歌左衛門に対し、尺状とホラガイの実を用いた、デロレン左衛門は、同様に世俗的な演目を扱いながらも、語り物的要素の強い芸能として残った。やがて、 サイと説教説は結びついて、説教材門と称されるジャンルを生んでいる。放火は、田楽防止の伝統を受け継ぐ雑芸である。室町時代から近世にかけて見られた大道芸の一つで、もともと禅宗の放火に由来するが、投げ下ろすの原義から派生して、マリや刀などを放り投げたり、受け止めたりする芸能全般を表すようになったと考えられる。放火は、 従来の猿楽や殿楽から学び習った曲芸や、技術を専業化し、人々が行き交う大道や、死の立つ、陰神の地などで演じて、人気を博し、演者には、殿楽帽子と同様に相対をしている者も,も多く、その場合は、放火像と呼ばれた。また、絵子をかぶり、笹竹に、小唄の書かれた短冊を吊り下げ、それを背負って歩く、放火師もいた。人林君猛追より、 放火、住吉踊り放火師は、路上で皿回しをしている。放火は、近世に至って、俗人の手に移ったが、従来の品玉、八つ玉、手まり、ローマルといった曲芸だけではなく、マリの曲、卵の曲、おぼけの曲、うなぎの曲、枕の曲、籠抜け、皿回しなども演じた。また、放火芸と獅子舞を制御とする、伊勢大三楽の集団が成立したのも、 金星諸島である。一方で小屋掛けがなされるようになり、寄せ園芸の一つとして、大掛かりな曲芸や手品も行うようになった。手品は、山芋をうなぎにする、籠より小鳥を出す、絵を鶴にするなどといったもので、元禄年間に活躍した有名な手品師、塩野長次郎も放課師の出身であった。また、京都五役所向き対外覚書という資料によれば、漢文九年、 文語やダゲモンという人物が、歌舞伎などの興業に対抗して、放課物マネーのなしろが許されている。江戸時代前期にあってはまた、当時流行の歌舞伎や人形浄瑠璃との提携も進み、その幕合いに大いに演じられた。江戸歌舞伎の座元となった、都伝来も放火師の出身であったという。原禄以降、次第に劇場からは姿を消し、大道芸に回帰していった。主演で話をする。 かのブザイモン現代、落語と呼ばれる、落とし話が始まったのも、元禄時代であった。上方では辻で、江戸では座敷で人々を集めて話を聞かせたのが、落語家の始まりとされている。京都では天が、上京の頃、元日練習の談義像であったロノゴロベイが、四条河原や北野などの大道で活躍した。これを、 辻話といい、ゴロベ衛が机のような台に座って滑稽な話をし、小座に座った聴衆から戦果を得るというものであった。ゴロベ衛は、御水のを天皇の御子の御前で演じたこともあった。少し遅れて、大阪に、米沢彦八が現れて、人気を博した。彦八は、生玉神社の境内で小屋掛けの辻話を行い、名古屋でも講演した。ジュゲムの元になる話を作ったのが、 この初代彦八であると言われている。同じ頃、江戸の町では、主職人であった大阪出身のカノブザエモンが、芝居小屋や風呂屋に呼ばれ、あるいは主演など、様々な屋敷に招かれて演じる、座敷話を始めて、評判となった。時期を、ほぼ同じくして3都で活躍した、上記3名は、いずれも、不特定多数の観客から収入を得ていることから、話しの祖とされる。 ただし、江戸の部材門が些細なことから流罪に処せられたことから、江戸の座敷話人気は一旦下火となった。落語が寄せで不特定多数の聴衆から、木戸瀬に終えて、興行を行うのは、この後のことである。江戸期に入り、幕府が農学を武家の式学としたことから発展し、特に将軍、徳川綱吉は、農狂言に浸水すること論語を愛することに引けを取らないほどであり、 江戸城にしばしば、関税座、コンパル座、宝章座、北流の太夫を召して、能楽を模し、やがて聖堂でも、五国寺でも演じられた。幕府の高官、旗本、諸大名などでも、社交上内し教養として、能を舞い、歌いをたしなむ者が多くなった。四代、徳川恵綱は、琵和や、講和構えを愛好したが、綱吉は能楽を偏愛したため、 微和や高和化はこれを機に衰退したほどである。上京年間に、彦根藩では、猿隠し55人を要したという記録があるように、諸藩でも農学士を私分として抱えることが多かった。加賀藩主、前田名乗りもしばしば、江戸城内で演奏した一人で、家中の武士や埼玉所の職人にまで奨励し、豊昇流に限っため、加賀豊昇の伝統が形成された。農村や有利でも、 農学の流行が見られたことは、公職一代男などのような文学作品や諸国の記録によっても知られている。この時代、永六年間に泉国境に伝来した三味線が歌舞伎や人形浄瑠璃と結びついて、庶民音楽の中心的楽器となり、古来雅楽の楽器であったことは、歌の伴奏楽器として用いられるようになった。琵琶では、 画学や平家美和とは異なる美和学が生まれ、尺八では17世紀中央以降、従来の一節節に加え吹け尺八と呼ばれる太い尺八も用いられるようになった。能楽で用いられてきた能管、章鼓、大鼓、太鼓などは歌舞伎の伴奏でも用いられたが、そこでは能楽では用いられなかった独特なリズムや奏法が付け加えられた。画楽は、 公家の音楽、能楽は、武家の季学、近世に生まれた歌舞伎や人形浄瑠璃は、庶民に愛好された芸能として身分に対応して理解されることが多く、事実その通りであるが、一方では身分を超えた交流も多かった。上方と江戸の文化交流も活発で、こうした交流が相互に影響を与えあって、多様な音楽ジャンルの生成を流した事実は否めない。同時に、 素人による音楽活動、稽古時としての音楽が新調したのも元禄時代であった。武家、公家の音楽武家が農薬者に淵や所領を与えて生活保障を行うようになったのは豊臣秀吉に遡るが、江戸幕府もそれを引き継ぎ、農は幕府の指揮学としての役割を担うようになった。具体的には将軍宣言の祝賀農や新年の歌い発。 また、公家への共応の際にも、しばしば脳が演じられ、上述の通り、脳を愛好した将軍、大名も少なくなかった。平家琵琶は、鎌倉時代に琵琶帽子によって始められた語り物音楽であったが、江戸幕府はこれを将軍家の儀式音楽の一つとして採用し、歴代将軍の葬儀や年忌供養にあっては社教を務める間、平家琵琶を演奏するという頓社奉養が、 行われた。諸大名もこれに習うものが少なくなかった。将軍、綱吉自身が平家琵琶の演奏を聞いた記録も残っている。幕府は盲人音楽家たちの組織である東道座に一種の福祉政策として特権的な地位を与えた。東道座の音楽家にとって表芸はあくまでも平家であったが、シャミや琴も弾いた。シャミも琴も庶民に愛好された楽器であったが、 幕府が正式にお墨付きを与えたのは東道座所属の盲人男性のみであった。元禄時代の京都では、生田兼業によって、生田流総局が生まれた。生田兼業は、俗宗の海祖である、八橋兼業の孫弟子に相当し、聖徳5年に没死したと伝わるが、その生涯は、よくわかっていない。雅楽は筆を中心に伝えられてきた音楽であるが、江戸時代にあっては、 武家の経済的援助で活動が支えられるようになった。戦国時代末期に、京都、奈良、四天皇寺に、味方楽所が成立しているが、江戸幕府は三方のそれぞれ17名、計51名に事業を与えて保護しており、金利が縁を与えた、学人23名よりも多かった。また、幕府は、寛永19年に、味方学人の一部を江戸に下校させ、 木内紅葉山の祭祀や日光東将宮の祭礼、外国の指針の教王などのために演奏を行わせており、画楽は以降紅葉山学人によって伝承されることとなった。また、三方楽署の総大は年頭挨拶のため下校することが恒例となった。なお、佐賀藩の畜紫総局や薩摩藩の薩摩琵琶など、特定の藩と結びついて地域に根ざした音楽もあった。 庶民の音楽庶民の音楽活動の中心は、シャミ音楽であった。楽器の細部を改造した、シャミは、浄瑠リなどの語り物音楽や、当時の流行歌である小歌の伴奏に用いられた。さらに、シャミ伴奏の小歌で踊る芸能が歌舞伎へと変化していったことで、シャミは劇場音楽に欠かせない楽器となった。上述した、ギダ説は、大阪で、 と一中の始めた一中節は、京都で、江戸では、半田ダ遊節や加藤節などが新浄瑠璃の、三味線音楽として流成した。三と三葉を定する浄瑠璃の曲説が成立したが、加藤節などの江戸節は優雅で、淡白、一中節は遊園、義ダ遊節は、深刻さなどを、それぞれ異なる特徴を有した。また、一中門下の宮古の文五条が、 名古屋や江戸で評判となったのが、文後節で、そこから時和節、不本節、清本節が派生している地歌では、野川県行による野川流や佐山県行による佐山流、市川流、早崎流などが生じて流星し、お座敷音楽として長唄が流星したのも、県六の頃からである。この時期の髪型の流行歌に、野んや節がある。野んやという林言葉が入り、 これに合わせて踊る、のんや、ほほ踊りがあった。原禄期の絵入りの職業百科辞典、人林君猛追によれば、当時、大道芸、門付け芸としては、上述した、説教説、祭文、放火のほか、念仏や経を、独特の節をつけて唱える、文京読みや歌念仏、鐘を打ちながら、念仏踊りを行う念仏猿、パチ叩き、八丁章、いたかに、 曲芸的要素を付加した、氷、悪魔を退散させる獅子、舞、獅子舞と曲芸を結びつけて、伊勢診察を配る伊勢大海上楽、人形遣いを伴うエビス舞、新年をことほぐ一万歳、太平記を朗読し、降赦する太平記読み、盲人男性、盲人女性による音力などがあり、これは肝心の範疇にあった。同書では、芝居については、遊覚、職人、 商人と並び、職の部に含めており、農芸部には、歌や徘徊などの文芸、十三位あんまなどの学芸、馬、槍、立ちなどの武芸、茶道やには、立花、将棋などの遊芸のほか、歌舞音力があった。歌舞音力には、部学、将、古都、能、自由体、鼓、太鼓、狂言、舞、尺八、一節切れなどがあり、 農芸部に属する諸芸の演者は、技能者であると同時に、芸能、一般の人に教える師匠の資格を有した。美術では、上方の有力町人を中心に、歓迎期の文化を受け継いで、一段と洗練された作品が生み出された。と佐光つ源氏物語柏木図屏風、墨吉具系、源氏物語図、勾配白梅図屏風、岸川諸信、見返り美人図、絵画では、 かの丹優が、江戸城や名古屋城の障壁画を描き、その一門は狩の派として、幕府御用絵師の地位を得た。丹優、直信、安信の兄弟とその経類を、江戸狩のと称するのに対し、豊臣氏の御用絵師であった、かの三楽、山行の家系は許されて経に重したため経狩のと称している。江戸狩のはまた、その住所によって丹夜教を野京狩の、小菊町狩の、 中橋狩野などと呼んでいる。狩野派は、伝中の障壁画を描き、将軍に絵の指導をしたり、また初代名や旗本も狩野派の絵で、城郭や屋敷を飾ったので、形の上では、前世紀ではあったが、作品は新鮮味に描けるようになった。一方、大和への系統では、境にあった、土佐光則と光沖が京都に戻り、土佐派の復興がなされた。 伝統の手法を復活させた、土佐光つは朝廷に召し抱えられて、宮廷どころあずとなり、山和へに、漢画の手法をも取り入れた。土佐派から土佐広道が現れ、漢文年間に、鎌倉時代の名手だった、住吉慶人にあやかって、住吉女系を名乗り、住吉派を起こした。女系は、江戸で山和への伝派に努め、女系のこの住吉区系は、 幕府御用絵師に取り立てられて、その流れからくすみ森影、田賀うしこらを出している。くすみ森影、花草一丁はそれぞれかの丹流、かの安信にも学んだが、二人とも破門されている。森影はその庶民的な画風が高く評価されており、一丁は、姿勢の風俗、行事を軽妙者脱に描いたことで知られる。しかし、原独期に入ると、これら保守系の画系は、 全体的には振るわなくなってしまった。風俗画の分野では、漢影記の岩佐又兵衛を浮世絵の始祖に挙げることがある。彼は、生前から浮世又兵衛と称されていたようであるが、その全面的な展開は、岸川諸信を待たなければならない。また、この時代にあっては、木版雑誌絵本が特に髪型で盛んに刊行された。おとぎ造詞、仏曲、古城瑠璃商本、 古典文学、軍記物などに金造紙が加わり、当初は地節で単一色だったものがやがて技巧的なものや彩色の施されたものが出てきた。これらは浮世絵版画の登場に影響を与えることとなった。原禄時代には、京都へを中心に都市町人による新しい絵画が生まれた。京都では、高貴な人々を植え得意とした五福商。 カ金屋の次男として生まれた、小形光林が、山和への俵や宗達の始めた、装飾画を体制した。筒地図、結末などに、それが見て取れる。第二に、家業から学んだ構成法があり、抽象的な水門の表現などに見られる。第三には、写生に意を用いていたこと、第四に、俵や宗達の影響であり、風人来人図屏風の模写などに、典型的に見られる。 そうした諸要素が組み立てられて彼自身の造形感覚で秩序づけられたのが柿椿図屏風と購買白梅図屏風である。前者は、創金時の六曲一層の屏風に、濃淡の群青で花を、六章によって葉を描き、その二色以外はモチーズに柿椿を描いて、鮮烈な印象を与え、左右のバランスも考慮して、リズミカルに配置した小玉461。 校舎は、渦巻き流れる水流を金泥で描き、しっかり根を張った梅の木の生と銅の対比を抽象化して装飾的にまとめたものであるい。光林の絵は、創達など古典主義的な諸作品から影響を受けながらも、斬新なアイデアと感覚的な衣装に優れ、巻絵の手法なども用いて、艶やかな色調と図案的な抽象性を両立させるところに特徴がある。 17世紀後半、安望国出身の菱川諸信が現れた。それに先立って上方でも、江戸でも、漢文美人図という一連の諸作品が流行したが、やがて表現のマンネリ化が進行した。菱川諸信は、土佐派、狩野派などの伝統的な諸様式を吸収し、職人画の様式も昇華して、中国の版画の技法も取り入れて、庶民画として、独自の画風を確立して、 江戸絵画に活気をもたらした。諸信は当初、キャラ枕、武家百人一首、絵本子の五郎草、公職一代男など印刷された挿絵本で名を表した。やがて民衆の需要像に応じて、個人の独占する肉筆画に加え、大量の規範画を手掛けるようになった。当時の人々は範画よりも肉筆画を貴重なものとみなしたが、 浮世絵が洋式としての生命を長く維持できたのは、木版画に新しい技法や表現の可能性を追求でき、また美術品に商品としての価値もつけられ、多くの人の鑑賞にさらされたからでもあった。版画は当初墨一色であったものが後に色ずりもなされるようになり、諸信によって初期浮世絵派の洋式的確率がなされたのである。 やがて刺しという形式からも脱し、浮世絵は一枚ものの版画として発展していった。その代表作、見返り美人図は、立ち姿の女性が何気なく、振り返った一瞬をよく捉えた、肉筆画である。この後、江戸では美人、役者など、都市の風俗を題材とする浮世絵が愛好されるようになった。浮世絵木版画は、安価に入手できることもあって、大きな人気を得た。 諸信以降は鳥居清信が現れ、役者へと美人画に大きな影響を残した。清信は市村座の看板を描いて、依頼他の角座の看板絵を手掛け、後に役者への一枚ずりを描いた。鳥居派の画法は、後に江戸歌舞伎への主流を占め、髪型にもルフするようになって、大森義清や西川助信などが数多くの名品を残している。 一方、清信の美人画は、鳥行きを芝居、奥村正信及び開月堂派に影響を与えた。新梅は、役者へ、美人画の分野で、清信に劣らぬ才能を発揮し、開月堂やスタビは、美人の立ち姿を、主として、肉筆画で量産した。安ど自身は、江島育島事件に連座するが、彼の工房には20名以上の弟子や学校がおり、安ど追放後も量産を続けた。 また、西川助信の影響を受けた奥村正信は、丹江、ベニズリエ、漆エの技法を開発し、時代の西経前世時代を準備した。乳来造物資としては大物資、高名をが、日光東照宮や上野寛永寺などの造像,像に携わり、明から訪れた半道をは、宇治万福寺の所蔵の制作に従事して、民末の技法を日本に伝えたものの、その影響は、 限定的であった。この時代に交際を放ったのは、上方や井戸の専門物資よりも、むしろ、地方の層や、遍歴の層であった。その一人が、昭雲前寺岩行であり、宝山不可視会であった。京都の物資出身の岩行は、諸国安家の後500羅漢政策を発願し、元禄8年に500数体を江戸で完成させた。宝山不可視会は、 厳しい苦行経験を体現させた、東昇大寺不動明王像などで知られる。こうした中で近年特に注目されるのが、ほぼ全国を安略した、有力の臨済層円空である。彼は、江戸地、大湯、関東、中部など、東日本各地を布教する傍ら、なたやのみの荒々しい感触を残す、なた彫りの技法によって、素朴で力強い心臓、 仏像を10万体とも12万体とも言われる彫像を制作し続けた。この彫像は当時の伝統的仏教彫刻には見られない造形であり、その分布は奥深い山合いの地に濃密に分布している。当時にあってそれは各宗派の共戦が未だ十分に及ばない地域である。ことから、円君は各州派の勢力圏の空白を埋める形で巡尺し、金世寺院が失った。 民衆救済としての信仰の場を提供する主権者として増物活動を展開したのであり、反面では職人である武士と聖職者である僧侶に区分される以前の仏思想の姿でもあった。道の九国八戸はこのような増物の盛んな地域であり、聖徳年間を中心に2000体もの増物を行った大時事時の気泡学習や同地出身の強い原料の 活動が知られている。北島幸山、一向書書道では、和洋が、桃山時代から、江戸時代初期にかけて、古典復興の機運に乗って発展し、ことに、この絵のぶだ、本阿弥光悦、昇華堂少女の三人は、官営の三筆と呼ばれるほどであったが、元禄期には、白覧狂気で知られた、この絵絵広が、藤原光勢の書風を深く研究して、期待の農書家と言われた。 ただし、彼を除くと、全体的には、停滞傾向にあった。この時期で特筆されるのは、孫遠流の系統を継ぐ、五花流が、幕府の公用文書の書体として採用されたことも、あって、印刷物などを通して広く、民衆に普及したことである。ただし、これはもっぱら実用に徹した書風であって、芸術性を指向したものではなかった。天下太平の世にあって、 女性も書き物をする機会が増え、女筆と呼ばれる手習いが、お家流と共に生まれた。女筆の手本としては、大橋流と玉木流が知られていたが、共に男性によるものであり、女性の手になるものとしては、慶安五年観光の二代目、小野お通筆の、女筆小野お通、手本が最初である。元禄十三年に、女勲書女、今川を筆書きした、沢田沖吉も、 また農書家として知られる女性であった。一方、中国的な書風では、武家出身の石川上山の霊所が注目される。また、陰元、木安らの大爆像や樹者、朱春水らによって、明の書風が伝えられ、新しい書風として、唐用が知識人の間に流行した。日後国熊本藩の獣医の家に生まれた、北島幸山は、唐用の名手として知られている。陰玄、 木安は、天国を良くし、また、女王2年に来日した、独立聖域は格識深く、本国にいた時から天国で有名であった。彼は因縁に伴われて、江戸を訪れ、正しい処方を啓蒙し、秋代の天国を広く伝えている。野々村人清、色絵十日分茶壺、ぼ、小型山、色絵紫陽花文革皿白,白林頭富士鼓もようこそで。 江戸時代東京国立博物館像、八橋薪枝伝硯箱、東京国立博物館像工芸分野では、桃山時代に橋を発した精神大胆なデザインが、町人の創意を加えて、一層洗練され、特に薪枝、当時、染色では高いレベルに達した。また、各藩の産業振興策と相まって、地方工芸が発達し、大衆生活の中へ普及していった。 陶芸茶器の需要が高まり、陶芸の発展も著しかった。有田、唐津を要する非全国の養業では、小いまり、色鍋島の、いわゆる色絵時期が、元禄から教法にかけて大発展を遂げ、技術面でも、量産の点でも最盛期となった。有田の酒、井田家絵門が成功した赤絵付けは、煮干しでと称される、乳白色の素地を生かし、 赤など鮮明で美麗な色彩と細い描線で人気を呼び、有田一帯で焼かれるようになり、積み出し港である伊万里港の名によって、伊万里と称された。原禄期には、市政、村落の風俗やオランダ船なども描かれるようになり、オランダを経由して、未だ時期を有しないヨーロッパ諸国にも輸出された。また、有田、伊万里を領する佐賀藩では、 半直への釜を有して厳しい監督のもと、高級品を作らせたが、これが、色鍋島である。朝鮮から伝来した九州や傍聴の所要に対し、この時代には、国内洋業の伝統を濃厚に保持した京都の陶芸の木工も著しかった。京都の野々村人清が、植え付け法をもとに色絵を完成して、京焼きを体制し、 清水焼をはじめ落中落外の所要に影響を及ぼした。ひとは丹波国出身の投稿でなお正門といい、当初落東の淡田口焼で修行し、さらに腕に磨きをかけるために、終わり国までで向いて、瀬戸焼を学び、茶人、金森宗和の推挙で、京都仁和寺の門前にご出用を開いた。ひとの子は、釜の所在地である、 忍な字と本名の正門より一字ずつ取ったものである。ひときよの作品は、ろくろや長寿による、神業に似た、成形の妙に特色を有した多様な茶器、解析道具であり、ほとんどが、貴族趣味を漂わせる、富裕層向きの高級車紙品であり、日本情緒の漂う名品が多い。特に、富士、山寺、吉野山、若松、消し、月梅などを図用にした大ぶりの茶壺は、 彼の衣装の独創性や卓越性を示しており、ホラガイや生地をモチーフとした香炉などは、洒脱な長査作品である。仮金屋の三男であった、小形健山は、一清から作刀を学び、元禄十二年に、東方習得の証として、秘伝の東方賞伝授されている。健山は、独特の絵付けを行い、兄の光林の画風も生かして装飾的で変化に富む。 高雅な衣装を生み出した。彼のナルタき王の作品は、絵と書と等を融合させた斬新な衣装で知られ、色い落ろいろきにも学んで茶刀の世界に新境地を開いた。光輪が派手好みの芸能を好む道楽者であったのに対し、健山は陰逸を好む、読書人で、脱俗的であり、その作品も、また、前者の明快な造形美に対し、後者は地味豊かな城守美に、 持ち味があって、それぞれ交代象を成している。この作風の違いはしばしば、光輪の金に対して、剣山の銀と形容されることがある。剣山は後に、江戸に住し、一時家屋国佐野に赴いて作刀したこともあり、その作品はそれぞれ、伊利屋剣山、佐野剣山と呼ばれている。野々村一清のこの伊八が剣山の養子となって二代目、剣山を名乗っている。なお、 ビンゴ国の姫谷焼の色絵は、漢文年間のごく短い間のみ焼かれたものであるが、その清純な美しさは高く評価されている。染色桃山文化期に目覚ましい発展を遂げた絞り染めや縫い白による骨スで、脳衣装のデザインは均等な文様の繰り返しから非対称で流動的なものへと変化したが、その傾向は江戸時代に入っても受け継がれ、漢文年間には、 漢文こそでと称される、こそで全体を大きな一つの画面と見立てる衣装が生まれた。漢文こそでのデザインは多様で、あらゆるものが大胆に取り上げられ、ここにおいて中性的、外来的なデザインではなく、独自の日本的衣装の確立が見られる。高級織物や生糸は長きにわたって中国からの重要輸入品であったが、この時代には国内洋産業の発達により、 上質なー糸が作られ、西陣で高級織物が作られるなど国産化が進んで求めやすくなったことと、経済成長によって需要も増えたことで染色の技術も進展したのである。小袖はその形態上、染色による自由な絵模様の発達を促した。桃山時代の辻ヶ花は必ずしも量産に適さなかったが、17世紀末、 頃から、扇の衣装を小袖に応用する中で開発された、友禅染めと呼ばれる、染色技法が流行するようになった。友禅染めの名は、京都の画家宮崎友禅祭にちなむと伝えられるが、必ずしも明確な根拠に基づくものではなく、従来一部で行われていた、茶屋染めなどの利望染の手法が開花、進歩したものとみられる。いずれにせよ、これによって、布地に、 花鳥山水を自由に染色した小袖が量産できるようになり、リンズやチリめの生地には華やかな模様があしらわれるようになった。氷風の成功優美な模様も描かれるようになり、原独模様として人気を博し、この技法は加賀にも伝えられて、加賀友然と称された。友然染めや刺繍による贅沢な染色がなされる。一方で、かすりや木綿絞り、 島物や古門、中型など、庶民の日常生活に密着した染物も現れ、諸般の産業振興と相まって幾家分を主とする素朴で、機能日に溢れた衣服も各地で見られるようになった。薪絵、執行工芸分野で特に技術の発展が著しかったのは薪絵である。官営期の本阿弥光悦は薪絵に新曲名を開き、 その影響を強く受けた、小形光輪もまた装飾的画風を生かした、優れた衣装の作品を残した。ことに、八橋巻絵ら伝すずり箱は、古典の、伊勢物語における八橋と柿きつの衣装を用いた、夕品で、上段が、すずり箱、下段は、漁師箱となっている。他に、銃の高巻絵す箱、紅青いす箱、松に、サザンカ薪絵す箱など、 江戸時代のみならず、日本工芸史を飾る一品である。光林はまた、洗面や、うちわなどにも優れた遺品を残している。室町時代以来の薪絵師五十嵐派では、五十嵐同歩が、加賀前えに招かれて、古葉薪絵書の職を任され、加賀薪絵を創始した。得意な作家としては、小川藩律がおり、当時と長出などの手法を組み合わせた中国趣味の、強い図用の薪絵を作った。 なお、輪島塗り、合図塗り、津軽塗り、出羽の城や飛騨鉱山の春景塗り、若狭塗り、城花塗りなど、地方の湿原も、この時期以降、生活に根ざした庶民的な工芸品として、各地で多彩な発達を見せた。近郊桃山から、江戸時代初期にかけては、建物の大規模な造営が続いたため、建物金具の技術は、超速の進歩を遂げたが、やがて他の工芸分野や、 刀剣装飾などにも精密な技巧が施されるようになった。印籠やタバコ入れを腰に留める根付などには細密な衣装が凝らされ、一方で刀剣装飾では後藤家が名門として絵画における仮の葉のような地位を得、後藤家から分かれた奈良家からも名号が現れた。創剣金光市の横谷隆市民は当初幕府の彫り物語用の後藤家の下地市であったが、 元禄初年の1690年頃に独立し、加野丹優や加野安信、花房一長などの作品を主体に応用して、風彫刻を創始して、町彫と称された。これに対し、後藤家の近郊は、家彫と呼ばれた。東大寺近藤五国寺本堂常の理院、霊廟直学門寺社、霊廟近世にあっては、木割りや菊の技術が発達し、 職人の書技術が解析されて、技術書が刊行されて広く普及し、大眼内ヤオガなどの大工道具も発達したため、自社建築では全国規模の技術革新が見られ、その技術が均一化して地域的格差が縮小した一方、その高度な技術が駆使されて、各地の風土や思考に合わせた地方色豊かな建築が各地で見られた。ハセデラ、本堂、東大寺近道、 善光寺本堂、万福寺大友宝殿などはこの時代の建造物で、ある。奈良の東大寺本堂は、鎌倉時代に、長元によって再建されたものの戦国時代に、松永久秀の手によって、再び消失し、大仏は長らく炉座のままであったが、法永6年に再建された。宝永4年に再建された、信濃国善光寺の本堂は、江戸時代を代表する総比和田吹の、 仏殿建築である。また、江戸では、元禄10年に、五国寺が造営され、翌元禄11年には、寛永寺の大改造が行われている。17世紀には、復古的、保守的な作品ばかりではなく、新様式として、大幕建築と霊廟建築が誕生した。寛文8年混流の宇治の満腹寺大有宝殿は、当時の民の建築様式を踏襲した。 大幕建築の初期の事例である。大幕建築は、間取り屋細部に至るまで多様な新要素をもたらしたが、こう描く、たるきの上に湾曲する、大幕天井と、大屋根の見せ方は特に寺院建築を離れても、建築の表現手法として定着した。霊廟建築では、三大将軍家光を祀る霊廟として知られる、林王子大誘院霊廟が、ケ屋国日光に作られた。 造営には、上王元年から2年の月日を費やしているが、官営期の日光と将軍の系譜を引き継ぐもので、根源づくりである。日光の建築軍は、豊かな彫刻と、鮮やかな彩色を特徴とする華麗な装飾建築の代表であり、幕府の強大な権力と財力を背景に、幕府作除方の大統領が建造を支配し、当時の技術の成果が注ぎ込まれたものである。 寛永四年に、東道高虎が、江戸屋敷内に創建した、上野東照宮も、また権限作りの建築で、現在の社殿は慶安四年、徳川家光裁判年の改築によるものである。江戸時代前期の将軍の霊廟は、上野寛永寺のほか芝の増上寺や江戸城内の、紅葉山に建立されたものの近代以降に、取り壊されたり、戦災を受けたりして、依存例は少ない。 そうした中で、第伊佐院直学門など3棟は、埼玉県所沢市に、移築の上公開されている。住居建築支配者の住居としては、従来の書院作りに、茶室建築を加味したスキヤ作りが作られた。別荘建築として、京都の桂離宮がすでに現画年間に作られているが、修学院離宮は、女王2年から女王4年に、ごみ頭の上皇の指示で造営された。 別荘建築であり、ここでも、スキヤ作りが採用されている。また、西本願寺の門主の生活の場として作られた、国書院は、明歴3年の建造で、屋根は寄せ棟小毛ら吹きのスキヤ風の作りである。大名邸宅も桃山、官営風の豪華な書院作りが多数作られたが、火災等により現存する例は少ない。民家では、 17世紀中央から紅葉にかけて、近世民家が本格的に出現する。近畿以外の地域では、平面型が土間の横に、両行の長さを極限まで広げた空間を取り、その奥に二つの部屋を配置する、広間型三間取りと称される形式が一般化する。東京都町田市の長池住宅はその数少ない、保存例と言える。いち早く、 広間型三間取りの成立を見ていた近畿では、17世紀初頭から、4、間取り型住居が現れ、普及してゆく。小石川高楽園平面図岡山高楽園から、岡山城を望む江戸期に入ると、伝統的な池庭の様式に、桃山文化期に確立された路地の働き相性が、深され、さらに、東山文化期成立の枯れ山水の要素も、 複合されて総合的庭園様式とも称すべき、海遊式庭園が成立する。これは、一定の共通認識や教養を有する上層の、武家役下、僧侶などの階層相互において、茶事や縁を催す社交の場であった。海遊式庭園は、池を中心に、月山や平場が設けられ、御手にや茶亭あずま屋などの建物が配置された。京都では、 桂離宮や戦闘御所に続き、明暦から万事にかけて修学院離宮が造営され、その後庭や庭園は、宮廷文化のサロン的社交の場となった。江戸にあっては、将軍が大名屋敷を訪れる、おなりの回数が増え、大名の側も屋敷に思考を凝らした、回遊式庭園を設けるようになり、これを大名庭園と呼んでいる。明暦の退化後、 幕府がリスクの分散のために各大名に複数の屋敷を持つよう奨励されて、後は一層庭園が作られるようになった。小石川の水戸藩邸にある小石川後楽園は初代水戸藩主徳川頼房が将軍家光から配慮した広大な屋敷地に造営され、その名も設計思想も民より亡命した朱春水の儒教思想の影響が見られる。 綱吉の側用人として重視された、柳沢義康の屋敷にある陸儀園も現存する名園であり、その名称は、きつら行が、古今和歌集の序文に書いた、陸儀に由来している。落子とぶき園、および、浜御殿の庭は、それぞれ臨海都市である江戸の立地を生かした、潮入りの庭である。大名庭園は江戸のみならず、地方の城下町でも作られた。岡山市に所在する、 後楽園は、藩主、池田綱正が、家臣津田英忠氏に命じて作らせたものであり、金沢の剣六園、水戸の開楽園と共に、日本三名園と言われる。他に、熊本市の水前寺城主園、彦根市の源久園、広島市の出径園、宇和島市の天社園、高松市の栗林荘などは、現在も良好な状態で保たれている。寺院庭園では、 清水寺本坊の上樹院庭園や観音院庭園などがこの時代のものとして著名である。これら庭園文化はさらに旗本はじめ各地の上級武家に広がり、江戸時代も中期以降になると、豪商、豪農の屋敷にも広がっていった。茶道界では、戦争艦のこの創手、創作、創出がそれぞれ武者の工事線や、京仙家、裏、千家の外なり、高松藩、木藩、 加賀藩の茶道となった。宗丹の弟子では、山田宗偏が小笠原氏に、藤村伊佐尾が東道市の茶の師範になるなど、有力な茶人と大名家との接触が深まり、仏家の茶の湯に影響を及ぼした。これに伴い、仙家の流れを組む久保流、松尾流、川上伏白の伏白流、あるいは、薮内流、宗和流など、家元制度が確立し、 茶商の職業化の基礎が据えられた。他方、これら茶の湯の所有派は、町人社会にも浸透し、原禄以降は、茶の湯の主導的な地位は、富裕な町人の手に移るようになった。在下の先行投資と保全を、兼ねて名物道具を収集する豪商も現れた。第四代、河野池前衛門とその一族山中道徳などは、その一例である。 また、角を、高度を共に、東山文化機に橋を発しているが、この時代は、公家や上級武家のみならず、庶民の足しなみとして、大いに広がった。将棋をする、子供たち将軍家に囲碁を持って伝える家には、本因坊、井上、安井、林の四、家があった。本因坊家は、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた本、本因坊三佐。 井上家は源名から官営にかけて活躍した、中村道、広市、安井家は、上京歴で知られる、渋川春海の父初代安井三鉄、林家は、林もみりを始祖としている。以後の四家に対して将棋は、桃山時代に活躍した、大橋総家直家の大橋や、大橋文家、伊藤家の三家が、家元となっていた。本因坊三佐は、 将棋も強かったが遊戯によって、総慶に将棋へ元の地位を譲ったとも言われている。総慶のこの大橋総合は、二歩や千日で内部詰めの禁止など現代につながる規則の制定に尽力した。総慶の弟の大橋総与が大橋文家の祖となり、総慶の娘をめとった伊藤総監が伊藤家を成した。なお、伊藤総監の名は、関白、この絵信弘によるが、 宋官は、気力抜群で三世名人となり、その古衆議院は、大橋本家を継いで五代宋慶を名乗り、四世名人となった。五代宋慶の時代が、元禄時代に相当し、京都の西沢太平らが、盛んに、将棋関係の書籍を発行するなど、江戸期における、将棋前世の時代であった。盲目の強い将棋愛好者が現れたのも、 元禄期で、石田兼業の始めた三権筆者を特徴とする。石田流は現在でも、先方として使われることがある。なお、お牛空井も将棋が好きで、自ら、高将棋という新しい将棋を考案している。小所や、将棋書は、自社奉行の管轄下にあって、宝給は安く、身分も低かったが、社会的な尊敬を集めた。以後、将棋が一般庶民の娯楽となったのも、 原独時代を活気としている。中国の孔子が創始した儒教は日常の人間関係を実践的に考える教えである。そしてその政治思想的な側面は日本では古くから儒学として研究対象となってきた。江戸幕府は家康以来、幕藩体制支配の思想的裏付けとして儒学を重んじ、幕藩体制はまた儒学の持つ意義を増大させた。ここでは 社会における人々の役割が解かれ、上下の身分秩序を重んずるべきこととし、ただたか、礼儀が尊ばれていたからである。幕府は林家を中心に、朱子学を教学として保護したが、諸藩でも幕府に習って、藩士らの教育のために、藩学や教学を設立するところが現れた。岡山藩の池田三政による花畑教場、藍津藩主、星名正行が、 横田春劇に作らせた稽古道などは、その古い事例と言える。趣子学は、南宋の手記によって体系化された儒学で、総学とも呼ばれる。日本では、京都語山で仏教とともに学ばれていた。儒学の中にあっても特に、趣子学は、大義名分論を基礎とし、主従、不死の別や、上下の秩序、礼節を重んじ、身分制度や家族制度など、 封建的秩序を自然秩序と同様に定まったものと見たので、文字政治を進める上で公的な教学であるとして、江戸幕府や諸大名に歓迎された。幕藩体制は、基本的には農村を基礎とする封建的割拠体制であり、鎖国令に至るまでは、比較的自由に振る舞えた商業資本も、また、帰国しず金の理念に従って、農民のもとに位置づけられ、 農業を本とし、商業を末とする本末論の形を有し、この体制を維持すべきものとして、朱子学が根本に据えられたのである。家康は、小国寺の学僧であった藤原聖家を招いて、上岸西洋、東鏡などを講じさせ、聖家の推挙によって、その門人である、林羅山を自らの事項として登用した。羅山は、家康、秀忠、 家光の三代にわたって儒学を講義し、家光の時代には上野忍が丘に学塾公文館を開いた。羅山は仏教の悲願性、超越性を非難して、しきりに廃仏論を唱え、最高の道徳として五輪五条を説いた。羅山、画法、宝庫と続いた林家は、代々幕府の文教政策に携わったが、儀礼や外交文書、武器書法との起草。 刑罰の典礼なども行っている。これは、室町幕府の将軍足利氏のもとで、京都御山などの前奏が行っていた業務を継承したものであった。古代将軍綱吉は、元禄三年江戸湯島に、孔子病態制度の建て、儀式の主催者である祭主に、林奉公を任じ、ここを湯島制度として、林家の学塾を移させた。翌年以降、 信厚は、大学頭を名乗り、以後代々、林家の当主は、大学頭を称した。木下純安聖火を外する教学からは、羅山のほか、町呪者として、京都の私塾で門人を養成した、松永関吾が現れた。この門からは、加賀藩主、前立名乗りに用いられ、後に、将軍、綱吉の時効となった、木下純安が出ている。純安は、 優れた教育者としても知られ、黙門と称される彼の門下からは、新井白石や室九層、三宅観覧、祇園難海、雨の森報酬などの人材が輩出した。白石は六代徳川家信、七代家継の、九層は八代将軍、吉宗のそれぞれ事項として惑星にも関与し、観覧は、三戸藩主、徳川光国に仕えた。また、 大見国出身の雨の森モリ報酬は、津島藩に仕え、日朝関係の改善に尽くした。山崎安西戦国時代に、南村梅賢が、土佐国で起こしたとされる難学も、朱子学の一派で、梅賢の弟子で、江戸時代初期に現れた、土佐の谷寺中によって大成された。この系統からは、土佐藩の反省改革に実権を振るった、家老、野中健山や、 儒学による浸透解釈を提唱した山崎安西らが出た。安西は、会津藩主、星名正幸に招かれ、正式な藩主とはならなかったものな星名家の家訓の制定に携わったと言われている。江戸や家にも多数の門人がおり、その教育法は厳格で、佐藤直方、浅見慶祭、三宅直祭、湯座木祭、大木町交通、出雲寺信を 土見門康志福、谷新山、上田牛虎瀬などの名が知られている。中でも、能型、慶祭、なお時の三名は、鬼門三傑と称された。緊直な人物として知られる、星名正幸は儒学を尊心しながらも、そこに含まれる革命思想を嫌をしたが、安西も、また明確に革命否定の立場に立った。安西はまた、趣学の道徳的側面を強調する一方で、 日本古来の伝統を重視して、真珠融合の追加神道を説いた。安西は、次第に、朱子学に対し、批判的態度を示すようになり、佐藤直方や浅見慶塞ら、順珠派の弟子たちは、死の解く朱子学解釈に反対し、晩年の死に、忠実な神道派と対立、安西より破門されるなど指定相互の確執を、生んでいる。驚学派、軟学派に対し、 水戸藩主、徳川光国が、明朝提出から亡命した、日本骨子、朱春水を招いてその基礎が築かれたのが、水戸学派である。ここでは、歴史が重視され、大義名分論は、水戸学の重要な特徴となった。また、いずれの学派にも属さなかった人物に、福岡藩の貝原駅剣がおり、洋上君などの啓蒙書がある。なお、女子の封建道徳を説いた。 女大学は、駅検文家の人々によってまとめられたと考えられている。中江当時熊沢万山陽明学は、明の王陽明が、朱子学の関連性を批判して提唱した実践を、おもんじる学問で、行為よりも知識をおもんじる朱子学に対し、知識と行為の一致すなわち治療合一の立場で、現実を批判して、その矛盾を改めようとするなど革新性を持っていた。 大見聖人と言われた中江当時は当初朱子学を学んだが、それに飽き足らず、拡張的な家族倫理である功を中心とした実践倫理を唱え、晩年には陽明学の松室義とも治療合一の思想に近づいた。陽明前書に接した当時は日本で最初に陽明学を信奉した人物であり、大見小川村に建てた私塾当時書院では、 当時期の特目が掲げられ、また、収容方法としては、同志が集会して、互いに切磋琢磨する、エザが重視された。武士、農民問わず教育に当たった当時には、大門堂、沖縄などの著作がある。彼は、六子を捨てて郷里に戻った、その生き方にふさわしく、金星村落の新しい倫理を打ち立てようとしたので、ある。当時書院に学んだ、熊沢万山は、 当時の学問を尊心した岡山藩主、池田光雅に仕え、藩政に参画して、実績を上げた。32歳で三千国取りの番頭という高い役職に取り立てられた万山は、日田開発に成果を上げ、藩校の元となる、花畑教場の設立に関わり、その校則にあたる、花園会役を作ったと言われている。万山は、次女、大学学問』で武士の土着や、 三勤交代の緩和などを唱えたため、岡山反対死後、幕府による圧迫を受け、諸国を転々とした後、下嘘国古川に幽閉され、そこで病死した。万山は、幕反体制の矛盾が、自給自足経済と、貨幣経済の日本立ての社会の仕組みそのものに由来し、貨幣経済の浸透が、自給自足を切り崩して、農民総分解を進展させていることを見抜いては、いたが、 その解決策は、保守的ないしの本主義的な政策しか打ち出せなかったと言える。ただし、自然環境の保全や世襲性の弊害を得点では、反体制的な要素を多分に含み、現代につながるような革新的な性格を持つ、形成論の持ち主でもあった。趣旨学が、生と女王を切り離して、生は肯定するものの、女王を否定するのに対し、陽明学では、生と 情を切り離すこと自体を批判し、心そくりを打ち出し、尽力を最終的に肯定している。この思想が、江戸時代の諸文化に与えた影響は予想外に大きいものと言える。伊藤仁斎を牛宗来朱子学や、陽明学のように後世の学者の解釈を通じてでは、なく、孔子孟子の古典に直接立ち返って、儒学を研究すべきであるという古学派も起こった。 その講師となったのが兵学者としても知られる山賀祖皇である。祖皇ははじめはや知らずに学んだが、政教養録を刊行して、朱子学を批判、具体的な生活規範を教える学問の必要性を解き、古代の政権に立ち戻るべきことを主張した。また、部下時期では、中心人儀の道徳を収容することによって、天下の人民を正すのが、労働に追われる庶民に変わる。 武士固有の職分であるという指導論を唱えた。このような素行の主張は、幕府政治にそぐわない面があり、イエツナを補佐した星名正幸によって、朱子学批判の罪により張リ国和公に流され、九州朝野家に金庫のみとなった。素行はまた、民進交代により、清志王朝家の中国をもはや、中華とみなすことはもはやできないとして、日本を、中朝、 中華とみなすべきであるとの立場に立った。自助伝に廃所残筆がある。ついで京都では、町人出身の伊藤仁才、伊藤東,東外の父子が現れ、京都堀川に私塾古義堂を開いた。文下生は、元独頃には、町人を中心に3000名に及ぶと言われる。仁才、東外の古学を堀川学派という。堀川学派は、論語、大学、中洋、 孟子などを原文に即して分かりやすく解釈し、人間の生き方の規範を実社会の人間愛に求めた点で、古技学とも称せられる。人才は、孟子の四単説によりながら、四単の心が人間には本来具有され、それを拡充して、人義霊地の四徳に至るのが学問であるととき、四徳を人間の自発性のもとに捉え直そうとしたところに、その学問の特色があった。 そして、社会の構成員は、それぞれの文に応じていきながら、人しをもって、本となす、王道政治が行われれば、分け合い合いの社会が作られるという人生思想を説いた。江戸では、お生ソラが古文字学を創始した。こうして、文献学的研究は、東西で流盛した。ソライもまた、朱子学を、憶測に基づく虚毛の説であると批判し、学問。 生活での個性尊重を説いた。著書、弁道、弁明によれば、政治の狙いたる道とは、道徳的規範としての道のことではなく、戦王の道のことであり、帝王が天下を治めるために作為した、霊学生計すなわち具体的な政治制度と技術であるとした。こうして、道徳主義の政治観を否定し、統治の具体策を説く、政治、経済の学に道を開いたのである。 ソライは八大将軍、徳川吉宗にも用いられ、教法の改革では政治顧問の役割を果たした。ソライが吉宗の指紋に応じて表した、聖壇には、惑星の立て直し策として、都市の膨張を抑え、参勤交代の弊害を打破し、武士の土着を進めることが必要だと説いている。また、専王の道を極めるためには、その時代の実情を知ることが必要であり、そのために、 私文歴史、小説をたしなみ、風画と文才を身につけることを進めている。空来の弟子の太宰春代は、形成論をさらに発展させ、経済録、産号を表している。彼は、政治の基礎には、経済があるととき、農本主義の立場に立ちながらも、年貢家重の実態を批判し、また、武士も商業活動を行うことや藩が、千倍制度によって、 利益を上げるべきことを提案した。春代と並び県園社中の双壁と言われた、服部南閣は形成論に興味を持たず、ひたすら自分を楽しみ、そこに人間性の解放を求めた。ソライが未だ名をなさない頃からの愛弟子であった、山形集団も自分の際に優れた、土ー神社。吉川神道の奥義を極めたとして、吉川これたるから、 ドッツの霊信号を送られた藍津藩主、星名正幸を祀る。吉川神道を提唱した吉川コレタルは藍津藩主、星名正幸に招かれ、同伴に仕えた。吉川神道は、真珠一致、皇室を中心とする、君臣関係の重視、新人合一を特徴としている。コレタルは、天羅2年に、林方向を中心に定めさせた、仏霊も、また、 神道の強い影響下から出されたものであった。上述した朱子学者、山崎安西は、儒教と神道の合一を唱え、スイカ神道を創始した。スイカとは、安西の別号である。安西が、星名正幸に招かれて、合図に赴いたとき、同様に合図藩に招かれていた、吉川コレと出会い、その影響を受けた。スイカ神道は、 吉川神道のみならず従来の伊勢神道や唯一、神道などからも強い影響を受けた。その特徴は極めて高い道徳性を有することであり、また、神の道と天皇の徳が一体であることを説いた。ところから、安西一門の鬼門学は、後の尊能論に大きな影響を与えた。星名正幸死去の際には、これたると安西は協力して、神道式の葬儀を行い、 万大山の山麓に、正幸を祀る土地神社を創建している。なお、伊勢神宮の神官であった渡来信義は、伊勢神道を儒教思想中心の者のへと大成させた。仏教は、キリスト教禁圧のため、幕府から特別の保護を受けたものの、教理の面では、新たな展開は、ほとんど見られなかった。一方、民末には、多数の闘争が長崎にト来した。 民が滅亡した、昭法元年には、宗一善が、長崎幸福寺に入り、将軍、徳川家綱の移植により、復建省大幕山万福満寺の前僧因元隆起を招いた。因元は、女王三年に二十名の僧を引き連れて捕来し、将軍家綱と謁見して、山城国宇治に、伝寺、三輪を与えられ、官文元年、同地に満福寺を開き、 日本に大爆衆を伝えた。宇治の寺領地は、関白高塚酒の寄進によるもので、ゴミのを上皇が経営するなど、当時の上流社会に与えた影響は大きく、ここで多くの白壁大名、白壁貴族を生んでいる。大爆像は、日本の書画に大きな影響を与えたほか、東話学者を通じて、水古伝、三国支援儀など中国の白和小説の本国。 翻訳が流盛し、これは、後の江戸文学に特本というジャンルを発生させる、契機の一つとなった。また、将軍綱吉は、仏教特に真義真言宗の五院高光に帰した。これは、真義真言宗に対するものというよりもむしろ、高光個人とのつながりに重点を置いたもので、綱吉政権下では、五国寺、五寺院の混流、東大時大仏殿再建。 法隆寺書道の修復、寛永寺本望再建など広く、仏教を保護した。徳川光圀科の常信が、荒井白石儒学は歴史を重視する傾向を有し、また、政権が安定するにつれ、その正当性を主張する目的もあって、歴史への関心が深まり、歴史書の編集事業が始まった。三代家光は、諸大名、旗本などから系譜を提出させ、 官営書家系図伝を編纂し、また、商法元年、林羅山に国史の編集を命じた。羅山はこれを本朝編年録四十巻にまとめたが、これは、神武天皇から平安時代前半の歌天皇までを漢文編年体で叙述したもので、六国史をベースとしたものに過ぎなかった。関文二年、羅山のこの林画法が、将軍の命として、老中。 坂井忠清から国史編纂が伝令された。学力では羅山に勝ると言われた画法は、漢文10年に、真刻の末に、これを完成させ、羅山編集の編年録40巻を本編、第五天皇の代から慶長16年までを対象とした画法編集の230巻を続編、さらに神大師3巻を前編として、これを本調図案、 全273巻として刊行した。その名は中国通史の名著として知られていた北宋の芝光による史実眼に倣って付けられた。水戸の徳川光圀も終始作業を志したが、これは多分に幕府による史書編集に対して対抗意識を燃やした結果であった。明暦退化直後の明暦3年2月、光圀は江戸駒込の中屋敷に支局を設け、 全国から多数の学者を集めて、第二本詞編集を開始した。浅香淡白を編集責任者として、栗山千吉崎や三宅観覧らの学者を集めたが、淡白は、民の維新、朱春水の直接の弟子で、荒井白石や室久葬とも親しく、千吉崎は山崎安斎の孫、弟子、観覧は浅見慶斎と木下淳安に学んだ人物であった。その後、 漢文12年に死局を小石川藩邸に移して、昇降官と称して、編纂を継続した。大日本史は、神武天皇から五小松天皇に至る漢文記伝隊の司書であり、本儀73巻、列伝170巻、志126巻、表28巻の大著で、教法5年に使用部が完成して幕府に、献上されたが、 最終的な完成は1906年になってからであった。この編3事業の中で大義名分論にも続くミト学が発達している。ミト学は18世紀末を境に種子学的名分論を基調とする前期ミト学と尊能上異論を基調とする後期ミト学とに分けられる。なお、大日本史の特徴として神宮皇后を本義には含めず、大友美子の即位を 公文天皇として認め、吉野の南朝を正当な朝廷であるとした点が、三大特筆と言われており、これは後世にも大きな影響を与えた。新井白石は、道徳的、教訓的な歴史解釈を排除して、実証主義、合理主義に基づく解釈を示した。甲府上主徳川綱豊の命により、大名337家の家父、家綱、辞席をまとめた。 反官府を表し、16世紀前後の武士たちの行動を記録した。本著作は人生の真実に迫る優れた序述との評価がある。将軍となった家の部に進行した独死世論では、石関政治から家康による江戸幕府総研までを天下の大勢急変して武家の大となり武家の第五変して東大に及ぶとして、公家政権から、 武家政権への変化の正当性を論じ、段階的な時代区分を行った上で、各政権の聖水とその必然性などについて、論評を加えるなど、独自の歴史観を展開している。また、古室通では、神は、人なりの観点から古代史研究の方法を提唱し、日本初期、熊代巻の合理的な解釈を試みた。山賀祖皇は、 古文書を用いた新しい研究法による部下時期や中長事実を表した。校舎署名中の中長とは日本のことであり、そこは民進交代により従来の中華であった秋が滅んだことから日本をしか今の文明発信国とみなして中長、中華と称すべきとしたのである。戸田も水慶中本格的な日本古典の研究もこの時代から始まった。 大江の以下に生まれた北村貴人は、源氏物語、枕の草子、伊勢物語など、古典の注釈を集大成し、平安女流文学の質の高さを強調し、平易な注釈を加えた、源氏物語古月章、枕の草子春書章等を次々に表した。晩年の元六二年には、徳川綱吉が設置した、幕府科学方に初めて任ぜられている。江戸の戸田母水は、 梨本もなどで科学の革新を唱え、中世科学で重んじられてきた性の死による、制約の不合理性を解き、俗語を用いることの正当さと科学の発展のために、過後の自由を主張した。これは、古今伝授によって伝承されてきた二条家らの方法とは異なる、因習にとらわれない、自由な研究を提唱したものであった。大阪の下神戸潮流と、総慶中とは、古今和歌集 新古今和歌集に比較して従来軽んじられてきた万葉集の研究を進めた。潮流は独創的な見解を打ち出して徳川光国の援助を受けたが間もなくなく亡くなった。そこで潮流の友人で新言集の僧であった慶中は潮流が果たせなかった研究を引き継いで万葉集の精密な交渉研究を行い多くの実例を通して トダモスイの考えの正しさを実証した。その結実が万葉大正規であり、和歌を道徳的に解釈しようとしてきた、従来の姿勢を批判して、後世国学の祖と称された。なお、和事象乱章は、国語学における、慶中の大きな業績である。今日、私たちが、日本古典文学と称しているものの大部分が、実際には、 この時代に広く読まれるようになったのである。また、中世ヨーロッパにおいて聖書が僧侶に独占されていたことで保たれていたローマ教会の権威が印刷術の発展によって破壊されてルネサンスや宗教改革の運動が後期したように日本で中世以来保たれてきた秘伝野生の詩は印刷された書籍の流通によって消滅したのである。これらの古典国語研究は 古代精神の探求へと進み、後の国学の成立に大きな影響を与えた。自然科学では、本草学や農学、医学など実用的な学問が発達した。本草とは、薬の元になる草という意味であり、本草学は元来、自然物を人間に役立てるための学問で、特に薬用効果を研究する中心とする薬学であったが、 次第に、博物学的性格を強めた。元禄前後の時期にあって実学が起こり、物事を合理的に考える態度が養われたのは、当時の産業の発達や経済発展に刺激されたことを背景にしており、ここでは実証的研究が尊ばれたのである。そこには、種子学的な自然法の影響も考えられるが、当時にあってそれは必ずしも絶対のものではなく、 むしろ相対視され、全体としては分裂していたとみなすことができる。還元すれば、種子学的な文脈での合理主義は、そのまま近代的な合理主義へは結びつかなかった。種子学における天園地方説は、ヨーロッパからもたらされた地球球体説や地動説とは相入れなかったし、試弁的な理主医学の立場は近代における解剖学的な説明とは、次元の異なるものであった。 共通するのはただ、自然の観察において神秘的な存在、超越的な存在を認めないという、ただ一点であった。言い換えれば、日本においては、自然科学的思考は、同時代のヨーロッパのように、キリスト教神学との格闘を通じて、確立していくという手続きを経ないで得られたということが、できる。この時代、急速な進展を見たのは、 日常生活の上で公用の大きい数学、歴法、農学、本草学、医学だったのである。後藤氏虎山医学の分野では、恩苗古行説や天人一体説で説明する、史弁的な種子学流の医学に対し、中国寛大の医法をもとに薬石と実践を主とする小い法が盛んとなった。桃山時代の真瀬道造は、趣旨学系統の医術であり、 その著書に、A65 年の本蔵意味を規制済み期、A69 年の能読があったが、江戸期に入ると、古学復興の機運に応じて、従来の僧、元、民の整理説に基づく関連的な遺術を知り添け、経験と事実に基づく関大遺術に立ち返るべしとする実証的医学の主張が起こった。まず京都に、名古屋玄医が現れて、恋法を衝動し、元禄頃に、 後藤牛虎山が活躍して、恋法を確立した。牛虎山に学んだ、吉松東道は後に、医学においては何よりも、紳士実験が重要であるととき、近代科学としての道を踏み出し、同じく、山脇東洋は、造史を表して、人体の解剖学的観察に道を開いた。彼ら恋法の意志は、ヨーロッパの医学からは、独立して、日本医学の新時代を切り開いた。 一方、西洋医学は外科の分野で行われ、元禄の,の頃、長崎通事であった西朱元歩は江戸幕府の遺憾として迎えられた。また、同じく通事であった元清はドイツの医学者、ヨハン・デメリンの解剖図をオランダ語から翻訳した。なお、この時代、中国の医学書と、その注釈書、日本の医学書が数多く刊行されているが、そうした中にあって、 江戸時代版の家庭の医学とも言うべき一般向けの勘弁内書も刊行されている。勝木牛山の小児必要予想、婦人受走、老人必要予想などがそれであり、近松門左門の辞定、岡本法一も50部以上の勘弁内書を表している。貝原駅兼、山和本蔵慶長12年、林羅山が長崎から民の 本蔵項目を携えて幕府に献上し、慶長17年に、その抜粋から多式編を編集して、以来、有用薬用の動植鉱物を分類、研究する本蔵学も進歩した。寛永15年には幕府によって、江戸の北と南に薬園が開かれている。従者、貝原駅県は、日本固有種五十八種を含む日本の物産1三百4種を分類し、 宝永五年、山和本像を表して、本格的な実証的博物学へと近づいた。加賀藩の寺院であった稲尾若水は、藩主、前立名乗りの命を受けて、諸仏類産を編集し、教法四年に後期が幕府に献上して、若水の死後は、将軍、徳川吉宗の命で弟子の庭聖博が増補して戦艦の大著となった。両書は、仏産学、 博物学のテキストとして幅広く読まれた。山間祖光や山崎安西などに見られる日本主義は従来中国が発信してきた国づくりの思想の日本化だけではなく中国発信の産業や物産の日本化へとつながった。これが共同期の国産物調へとつながり中国の本草学のデータに頼らない国内生産の仕組みの特徴検出や その増進の組み立てに向かうこととなったのである。建林藩主、徳川綱吉が征夷大将軍に任じられた遠方8年頃から約30年の間は、日本史上、農書の時代と呼びうるほどに農書が相次いで刊行された時代であった。東東海国横須賀藩の村役人による百姓電器を講師として、元六十年の宮崎安佐田、農業全書に至るまで、 より効率的な農業の普及が目標とされ、地方役人や豪農、村役人、農学者がこれに携わった。それに先立って、農人帳という日記をつけることが提唱され、その記録をもとにした覚書が各地で成立している。農書は、こうした覚書が発展して形成されていったものと考えられる。知識や教養、娯楽のためではなく、 農民の生業のための書物が出版された点で、出版誌における一大画期であったが、従来は、裾から小山声と実体系をもとに、口頭で伝えられてきた農業知識や農業技術を書物というメディアを通じて、習得することができるようになった点は、農業史の中においても画期的なことと言える。農業全書は、宮崎安貞が40年かけて習得した。 農業技術や農事総論から始まり、五穀、名、山野菜、三草、四木、草木、諸木、生類養蜂、薬種などに分けて体系化したものであった。各地の農所としては、伊予の清涼期、藍津の藍津農所、加賀の高架春秋、出雲の多宝期、紀伊の再蔵期、東海地方の地方筑場集などが知られている。こうした中にあって、 佐世よじ上門も津農書は、地域限定の農書であることを自ら断っているが、別編として、農業技術の要点を覚えやすい和歌1700種で、表現した、歌農書を伴い、両内の人々への啓蒙を図っていることが、注目される。せ田たかかず、かつようさんベルヌイ数や二項係数について、記されている数学では、県地や追記、考え知水、 新殿開発などの土木工事、商工業をはじめとする経済活動が盛んになる中で、測量や商売取引などの必要から和算が発達した。日常の計算機として中国からソロ版が輸入され、国内で改良が加えられて広く普及した。毛利重吉は、現那八年に割残症を表し、門倉領位の一族に生まれた吉田光吉は、 中国の数学書を入手し、これを参考にして、取算を元にした和算書、人工記を寛永四年に刊行した。人工記は多くの人に読まれ、寺小屋の教材ともなり、300種に上る遺本が作られたと言われている。元六頃には、幕府勘定銀味役の関高和が現れ、後に三清と称された。高和は、筆算式大数学を編み出し、 演理法を暗出した。遠法2年の発尾3法では、円周率、円の面積から微分法、積分法を考案するに至り、今日の高等数学の域に達した。その他、世界で最も早く行列式、集結式の概念を提案するなど、独自の方法で、当時のヨーロッパの数学に劣らない、優れた成果を挙げた。積流は、高数の死後、 門弟の武部片広に引き継がれて和山の主流を形成した。数学、特に幾何学の問題を額や絵馬に描き、これを神社仏閣に奉納、鑑賞して楽しむ、山岳の風習も生まれている。上京歴、教法14年版。国立科学博物館天文、歴学の発達は、単に実月を数えるよりも、農事の計画、運営に有用なものが求められた。 この分野では、幕府越しだった安井三鉄の子が幼くして天文に興味を持ち、舞を竹筒を持って北極星を観測し、やがてわずかに北極星が移動することを突き止めた。父の死後、14歳で家業を継ぎ、二代目安井三鉄を名乗った。安井家は京都に在住し、秋、冬には江戸へ下る習わしであったが、京都にあっては継承を読んで、 数学や歴学を研究し、山崎安西からは、神道、岡野井限定からは天文を学び、さらに朝廷の陰陽頭だった土見かどに入門して、歴学を学んだ。三鉄の天文歴学に関する知識の深さは、徳川光国や星名正幸の知るところとなり、合図に数ヶ月投留することもあった。三鉄は、遠方元年6月、将軍、徳川恵津に、 海歴の上表を行ったが、遠方3年5月1日の日食を予測することができなかったため、大老を、坂井田滝世は海歴作業の中断を決定した。イエツナ帽子哲名吉が将軍になると海歴には前向きな姿勢を示したのであった。三鉄は平安時代から継続して使われてきた中国東大の鮮明歴との誤差が大きくなったために、 現代の十字歴をもとに14年にわたる自らの精密な観測結果も加えて修正し、天が3年、日本の経度に合わせた日本独自の暦を作った。三鉄は、現行の鮮明歴が2日遅れていると述べて、改めて改歴を上表したが入れられず、その翌年、自ら作った暦の採用を訴えた。しかし、ここでも反対があって、一旦は、 民の大統領を採用すると決せられたのである。三徹は再び、上表してその誤りを指摘し、さらに根天儀で計測したところ、三徹の主張通りだったので、結局、彼の新歴が採用されるに至った。これが、状況歴であり、状況元年に幕府に正式に採用され、朝廷でも、この小読みを採用されて、三徹編著。 土見門康史副高生の歴本が刊行された。これは日本人が編成した最初の暦であったが、三鉄と大福、幕府と朝廷が友好的な関係を築いていたからこそ実現した事業でもあった。これにより幕府は新たに天文法を設け、三鉄の子どころの職を免じて天文、歴法を司らせた。三鉄はその折、先祖の姓に服して、 渋川春海を名乗り、その子孫は天文型の任に当たった。西川助剣、増保海通商工、徳川光久には、蝦夷地の状況を確認するため、巨船、海風丸を、建造、北方探検隊を派遣している。ここでは、具体的な成果は、ほとんど挙げられなかったが、田沼時代以降の北方探検の先駆をなすものとして、注目される。いわゆる、 鎖国システムは日本が自身に関する情報の発信を停止したものの、幕府が海外情報を独占的に受信する仕組みを整え、実際に丹念に受信している体制であった。しかも、それは従来未知であったヨーロッパに関する情報受信に重きが置かれていたのである。民間レベルでも、また世界地理に対する関心は薄まることがなかった。 長崎の通詞であった西川助犬は元禄八年に日本で初めての世界一史である海通商工を表した。これは林道英の基本異国風土記をもとに記述されたもので、さらにオランダ、中国関係者からの伝聞情報などを加えて、法営五年には造歩海通商工を表して海外事情を紹介した。助犬自身は蔵歩版の方を提本とし、 ここで、初めて南北アメリカ大陸について記事化がなされた。外国人、すなわち、オランダ、ペルシャロシア、スペイン、デンマーク、アラビア、フランス、エジプト、ブラジルなどの住民についても、外エビスの項で紹介されている。外国の国名、地名等のカタカナ表記が生まれたのは、条件の作業の中においてであった。条件の見解で注目されるのは、 倫理道徳については、東洋が優れているのに対し、天文、測量など、刑事課の諸学については、ヨーロッパの方が進んでいるという意見である。新井白石もまた、大隅の久島に潜入して捉えられた、イタリア人宣教師、ジョバンニ・バッティスタ・シドッテを尋問して得た知識をもとに、諸外国の歴史、地理、風俗やキリスト教の大意などを記した、西洋気分を表した。 尋問に際して白井氏が参照したのは、マテオリッチの、今夜万国全図と、1662年に、アムステルダムで制作されたヨアンブラウの第一図帳、さらに、西川助研、造歩海通商工や、当選風説書をまとめた、林画法、方向不死の、海変態、帰京指摘化した、イタリア人宣教師、岡本三衛門の言動、著作などであった。西洋気分には、 キリスト教に対する白石の批判も掲載されている。白石は、シドッティを介して、日本の情報をヨーロッパに発信することを愚信したが、結局幕府は日本に遊兵し、帰国を許さない策を採用した。白石はまた、オランダ商館長、コルネリス・ラルダインのエドサンプ中にラルダインの宿を訪ねて、西洋事情を聞いている。白石は、先行研究やシドッティ、 ラルダインから得た知識をもとに、日本の世界知史としては初めて体系立った著作である、サイラン遺言を表した。これは、エウロハアフリカアジア添いでアメリカノールとアメリカの順に、各国の知史を漢文で記述したもので、鎖国家の日本で盛んに読まれた。今日は2年には、大月玄卓文化の山村才介によって、誤りが訂正され、さらに、 オランダ語地理書から訳出して大幅な補足がなされている。観光された日本最初の世界地図と言われるのが、商法2年作成の万国総図であり、これは、マテオリッチのバン万国全図に依拠したもので、東を上西を下した縦長の大円図で、地名表記は、かなで行われ、44の民族についての人物画を伴う。浮世絵師石川流船が、 宝永5年に描いた万国総会図も同系統の地図であるが、オランダやシャムなど諸外国への日本からの利定表が記されていることが注目される。大阪の医師寺島良安が聖徳2年に刊行したエイリ百科辞典和漢三歳図絵には異国及び外恵比寿の人物約170がイラスト入りで紹介されている。情報の少なさから想像で補ったもの。 高等無形なものも混じるが、マカオやルソンの人物が、ポルトガル風、スペイン風の衣装で描かれるなど、知り得る範囲での情報が反映されており、一般の人々も外国に対し、決して無関心ではなかったことを示している。中村斎、君謀随巻720ページ授者であり、本蔵学者の範中にも属する京都の中村斎は、17世紀日本の百科全書派とも呼ぶべき存在であり、 その十作に、漢文六年漢行の、君盲髄がある。これは、日本初の営利百科事典であり、天文、地理、動植物、生活産業などに関わる正確な図には妙と、漢名、中期を付した、啓蒙書として知られる。エンゲルベルト・ケンペル、日本史の動物図も本書に追うところが大きい。少し遅れて現れた寺島良安の、和漢三サイズへもまた、 同じ役割を担い、図の多くを、訓猛髄に追っている。貝原駅剣、山和本蔵も、また、図は少ないものの植物百科の役割を担い、これらの栄意は、京本年間の幕府による、諸国物産調べの企画へと結びついた。元禄三年、平楽寺書店によって、人林訓猛髄という鋭利の職業百科辞典が、出版されたのも京都においてであった。 7巻7冊で7つの部に分けられ、支配階級から、脳、孔、章の庶民階級、農芸者、遊覚関係、芝居関係、肝心まで、当時のあらゆる身分、職業を網羅しており、当時の文献資料、また、図像資料としても重要である。なお、上日の和漢三サイズの編著者である寺島良安は、大阪の医師で、死のわけ中安から、医者たる者は、 宇宙百般のことをあからむ必要ありと悟されて後、百科辞典の刊行を志し、三十年余りの長い歳月を執筆、編集に費やして、ようやく聖徳二年に刊行されたものである。辞書類も多く刊行された。天那二年の、とんこと弁毛章や元禄元年頃の貝原義振は、自我がある。荒井白石も、教法二年に、語源解釈書を施した辞書。 東宮城を表している。なお、は、自我も、東宮城も署名は、元代中国の類語、古審句辞典、自我に由来している。女書というジャンルも成立していた。当初それは、女質と女くん伊勢物語、源氏物語でしかなかったが、元禄5年の女重宝器には、衣装、化粧、料理、出産、育児、書芸、 婦人病など、女性の生活に関わる各分野の実用的知識が盛られ、教法元年に、柏原や生門によって刊行された、女大学宝箱は、駅検先生、術の定裁をとっているが、漢字混じり並べ書きの手本でもある、女大学の本文は全体の半分ほどに過ぎず、あとは、源氏物語、百人一首、女性の職業など社会知識、病気、出産、 育児などの様々な実用知識のオムニバスとなっている。これらは無論、家のための地ではあるが、女性にとっては新たなる地の獲得であったことは、疑いないことである。浮世絵版画の版木産業としての日本の出版業は1630年代の京都に始まり、初期の出版を主導したのも京都であった。 江戸では1650年代、大阪では1670年代頃に出版が始まり、この3頭を中心に出版業が展開された。出版の交流は、幕府の出版統制と不可分の関係にあったにも、かかわらず、原禄時代にあっては出版業者も出版のも、飛躍的に増加した。大阪や江戸では、京都の出版を重版するだけでなく、 江戸の廃所や大阪の創始や本などに見られるごとく、独自の出版活動が一定の蓄積を見ていた。出版量を支えたのが印刷である。印刷方法としては、日本では、安土桃山時代に、イエズスカからと朝鮮からの別系統で、活字印刷は伝えられ、官永の頃までは盛んであったが、それ以後は衰え、慶安年間にはほとんど木版印刷に戻ってしまった。 これは、字数の少ないアルファベットと異なり、漢字の場合は、通常の文でも数千種類と字数が多く、中に用いる祭事まで加えると、足したような活字を用意しておかなくてはならなかったことが考えられる。また、当時は死刑を残すことが困難なので新たに活字を、組み直すか、組半のまま残すかしなければ、再販も難しかった。上述の辞典類、地図類はじめ、 差し入りの書籍が流行してきたことも、木版印刷の方が勘弁かつ経済的だったので、ある。書店数も増えた。江戸では、明暦年間まで20件であったものが、万事、漢文の頃には26件、遠方期には58件、原読期には80件に増え、大阪の書店も、また漢文期10件、遠方から天那にかけて26件。 元禄期62件とそれぞれに増加した。出版物も,も、また万治2年の約1600点から元禄9年には約7800点まで増えており、その種類も物書、日本古典、漢石に限られていたものが、元禄期には庶民の日常生活に必要な知識を集めた、長方期や伊原才覚などに代表される現世的な小説が現れた。 三都の本屋で仕入れ、より広範囲に販売や取り継ぎ、小売を専門に行う業者もあって、衝徳年間には南部藩の城下町森岡にも本屋があったという記録がある。書籍の行商もあり、目録での注文に応じたり、次回村を巡回する時まで貸し本するなどのサービスもあった。機内の農村では1ヶ月に5ないし6回という頻度で買い村したと記録されている。 行商には、女筆の手本や、源氏物語、和歌子難な,など、女物と称される、女性専用の書物をあきなう、女性行商人もあった。幕府は、明暦三年、京都で出版取締令を発し、元禄年間には三都で、厳しい言論統制を推進した。また、同じ頃に結成された書物や仲間を公認し、これに、 書物観光の許可を下す権限を与える代わりに、幕府の出版取締例を厳守する義務を負わせた。こうした出版統制政策にあっても、出版界が常実のような活況を呈したのは、木版印刷術の進歩によるものであったが、基本的には、読書人口の急増に伴う需要増加に支えられたものであり、経済発展によって、 読書をたしなむ余裕のある階層が増えた証拠でもあった。多様な文芸や諸科学の発展、浮世絵の成立などもまた、このような出版文化に追うところが、極めて大きかった。上野官英寺の官学寮江戸幕府、諸藩、神社などの収書事業も盛んとなった。その一例に、科学国金沢の御事教学文庫がある。藩主。 前田綱則は、数十万冊の蔵書をここに収めており、新井白石は、家集は、天下の諸夫なりとこれを羨んでいる、神社関係でも収書は盛んに行われ、上京三年に、伊勢神宮内宮の林崎文庫、慶安元年に、下空の豊宮崎文庫、遠方三年に、日立国鹿島神宮の鹿島文庫、元六十五年に、京都の上賀茂三手文庫、同年に、 京都北の天馬宮文庫などが相次いで創設されている。また、漢文12年、出羽国小勝群出身の大幕僧、両王同閣は、上野漢英寺の中に漢学寮を建立して、教学の専人となっているが、平日の文庫六棟には和漢の書籍を収蔵し、仏僧のみならず、一般にも公開した。これは、日本初の一般公開図書館であったばかりでなく、 閲覧者の中で貧困の者や遠来の者には飯がりや宿を与える点で画期的な施設であった。民間人もまた書籍を収集したが蔵書目録が一般化したのは教法の頃である。河内国柏原の在京商人三たの蔵書目録、万を覚書には儒学書、監視文書、医学書、仏教書、日本の古典、軍記物、歴史書、 浮世像紙など小説類、教訓書、手習い書き、辞書、辞典、料理書はじめ実用書など多岐にわたる書物が収載されており、この傾向は他地域の調査でも同様である。このことから、少なくとも村落上層の人々が生活の上で書物の地と深く結びついており、しかも浮世像紙や教訓書など、和書の充実ぶりの著しいことが伺える。 旧静谷学校行動史塾としては、漢文2年の京都堀川に開かれた、伊藤仁祭の古義堂、寛永11年に、中江東時によって開かれた、大見国小川村の東時書院、法永6年に、小牛宙来が、江戸日本橋かや町に開いた、県縁塾が知られる。京方9年には、大阪町人らの出資により、三宅関庵、中井周安らが中心になって、 海徳堂が創立され、教法11年に幕府の歓喜を得た。海徳堂は、空来学を批判し、その文化からは後に、草間直方や富永中本、山形万頭などのような個性的な学風の長人学者を多数輩出している。藩校では、寛永18年の岡山藩の池田三政創設の花畑教場が早い例で、以下、 ア津の星名正幸による稽古堂が漢文4年、出羽米沢の上杉綱則による工場館が玄六十年、鍋島綱茂による非前佐賀の鬼丸聖堂が玄六十年、紀伊和歌山の学習館が吉宗藩主時代の聖徳三年、長戸萩の毛利義元による名林館が教宝三年などとなっている。岡山藩主池田三政はまた漢文八年に、 庶民のための学校として、寮内各地に手習書を作ったが、特に漢文10年には、備前国脇群、北に村の静谷の地を選んで、津田へ正氏に命じて、手習書に仮学校を作った。行動の完成は、遠方元年、随時制度、文庫も作られて、遠方3年には、寮内の手習書をここに統合して、静谷学校とした。 三つ政はこの学校の財政を犯罪制から切り離し、学校寮を設けて学多、学林の経営をさせるなど、独立採算による学校経営の永続性を考慮した。江戸時代の繁栄の教学としては最も古いものである。女師匠と寺子たち藩元は、泉や一米機内金国にあってはすでに戦国時代の終わり頃には村に寺子屋を作ろうという機運が、 民衆の間に培われていたことが知られ、天南年間の三河国、東う海国にあっては、村役人層の手になると考えられる農書、百姓伝記に、我が住みに、書物を読みたる、確かなる人を招き寄せ、寄り合いちし、幼少の子供にはまず色派、おならあせ、知恵のつく将軍等を読ますべしとあるところから、寺小屋の普及は、従来考えられてきたよりも早い年代が考えられる。 言い換えれば、村落における読み書きや算術能力の相当程度の広がりを前提にしてこそ文章主義による村受け制が可能であったし、さらには、平能分離の体制はそれ抜きには不可能だったと言える。そこでは単に年貢事務や触れ書き等の理解にとどまらず、場合によっては村からの素眼や証拠書類を揃えた上でのくじ、裁判を担う法的能力さえも期待されたのである。 こうして山とのみならず、農村にあっても、18世紀には、村役人、町役人の指定を中心に、読み、書、そろばんを教える寺小屋が、庶民の教育機関として普及した。各地で、教え子たちが師匠を慕って、記念碑を建てている。この頃から、女性の師匠も現れ、最核の公職一大女には宮遣いをやめた。主人公が、女子の手習い書を開くため、 文中に女筆指南の張り紙を出すシーンが描かれている。教科書としては、実語教、人工期また、低金往来などの往来物が利用されることが多かった。地方にあっては、子供20人余りで、手習いの師匠一家の生形が十分になり立った事例が知られ、また、村としては寺小屋の師匠と移動の両方できる人、文字ばかりでなく、 洋局を教えてくれる人を求める様子も知られている。上述した大阪近在の徘徊の流行などにおいても、寺小屋の果たした役割は極めて大きいものであった。オランダ召喚付慶館、エンゲルベルト・ケンペルによる、元禄4年の気候文、江戸散布気候によれば、元禄前後の日本の世相が、異国人の目から見ても多様な在家生産が行われ、市場や店頭が賑わっていること。 生活物資が豊かであること、工芸品や装飾品の優れた様子、また、カビな衣服、多彩な造形美術、諸芸能の盛況など、都市を中心に、大衆社会の様子を呈していることがよく、映し出されている。一方で、将軍、徳川綱吉が発布した、将軍やアレミの霊や、仏器霊は、摂政や死を遠ざけ忌み嫌う風潮を作り出す元ととなった。前者は、 多くの人にとって迷惑なことも多い法令ではあったが、捨て子が野犬に襲われたり、歌舞伎者たちによる犬喰いがなされたりする戦国時代以来の殺伐とした光景は姿を消した。後者については、それにより従来、神道や貴族社会に特徴的であった死や血をけがれとする観念が急速に武家や庶民階級にも広がっていく契機となった。 衣生活不利袖、明暦の対価は別名、不利袖火事と言われた。元禄の頃、町人の生活が豊かになるにつれて、その風俗は元禄風俗と称される派手でカビなものとなった。元禄風俗を示すものとして、元禄模様に代表される華やかな衣生活がある。この時代の衣生活が日本復職史の上で占める重大な変化としては、本来は、 庶民的服装であった小袖形式が服飾の基本として位置づけられたことが掲げられる。小袖形式とは玄根の着物を指しており上下一連の衣服で腰に帯を締めて着用するスタイルであり、こうした変化は服装風俗の主導権が武家から町人に移ったことを意味している。男子の普段着は小袖の着流しが一般的になり新たに羽織も着用されるようになった。 女子は帯の幅が広くなり、また、田元の長い振袖が現れ、色や柄も原毒模様と称される華やかなものが好まれた。布地は朝に代わって、綿織物が普及した。朝鮮国王の開始品や中国からの輸入品であった木綿は、戦国時代に栽培が始まり、17世紀に入ると、急速に生産が拡大し、国内自給が可能となった。 朝から木綿への転換は、生産、流通、消費、生活の美意識に及ぶ、医療革命となり、朝は、礼服や夏服として、必需品ではあり続けたものの、木綿こそでは身分を超えて常用される和風の衣装となった。これに対し、絹の着用は、常用は、武士や上級町人、名主クラスの富裕層に限られていたが、 染色性に優れている上に肌触りも良いため庶民の憧れの的となり、元禄期の経済成長によって、が処分所得が増大すると、ブームとなって、都市庶民の晴れの日を飾る衣類となった。食と、住三井越後屋江戸本店の模型住生活では、都市、農村を問わず、柱を土中に埋め込む、掘立て柱建物から、大石の上に柱を組み立てる礎石建物へと変わった。 都市ではさらに火災防止のため、瓦屋根や塗り屋作り、土蔵作りの消化も現れ、板敷きと畳の仕様が一般的となり、図紙二階屋などの二階建ても広がった。このように、家屋が一台を超えて長持ちするようになり、さらに、書院作りの要素を取り込んで、晴れの行事に使う座敷を設け、先祖の遺杯を安置して、家の永続を記念する仏間を設けたことから、 家の観念が深く浸透した。菜種油、綿滋油が灯火として利用されるようになり、肥料の増産や、作油機の改良によって、原独年間には灯油が一般に普及した。これにより、夜の生活時間が延長され、一家団乱の時間が生まれ、裁縫や糸紡ぎなどの手仕事を夜間に行うという、当時としては、画期的な生活習慣が生まれた。 暖房用の木炭の大量商品化も進んだ、照明が明るくなった、店舗経営の長期化なども作用して、1日3食の習慣も広がった。身分や食種によっては、朝晩の2食も続いたが、農村においては小昼を何度も取らないと、体力の消耗が防げないこともあった。爆飯、冷え飯あるいは芋や、火場、大根などを米に混ぜる混ぜ飯や雑炊を主食とし、 塩や醤油で味付けした一、二菜、味噌汁、漬物等を各自の木案か当時製の飯茶碗、さらに、しゃもじでよそって箸で食べ、食後に茶釜まで煎じた茶を飲むというスタイルが社会の上下に広がった。都市では主食として白米が普及し、料理店や茶店も現れ、宝飾化も進んで、初物食いの競争も生まれた。森佐田万光によれば、 一杯16分の28蕎麦は漢文4年に始まったとされている。青酒醸造の技術が進んで酒が米に次ぐ重要商品となり、京都を中心に多数の菓子類も商品として登場した。農村の変化農村においては、絹や紬などの着用は原則として禁止され、食生活も常実のように雑穀中心のものであった。 住居も瓦屋根は禁止されたため、以前、薔葺き、茅葺き、板屋根が一般的であったが、祖先建物が普及し、原禄前後には、便所が屋内の同じ無に設けられるようになる反面、多くの地域で馬屋が切り離されるなど、住居構造の変化が見られた。この時代はまた、農村でも板敷き畳敷きが普及した。期の花見上述の歴は、 中国歴をベースとした大陰太陽歴だったので一年スパンで考えると太陽歴との間でズレが生じた。特にウルウズ期のある年とない年とでは気候に差異が生じたので自然を相手とする農業などには不便な一面があった。そこで実月とはまた別に立春を起点にして太陽歴の一年を二十四等分する二十四期が重宝された。これに 土曜や入梅、悲願などの雑説も取り込んで、農事劇が作られたのである。この時代、幕府や朝廷の節句行事が民間にも取り入れられ、元旦や盆のほか、七草、節分、桃の節句、丹後の節句、七夕などの年中行事が都市を中心に農村でも行われるようになった。今日の日常的な習慣や年中行事は、 この時代に形を整えたものが少なくない。そうした中で、季節に応じた娯楽もまた生じている。記録によれば、旧暦歴3月21日の刑の当時のご英具では、女性たちは着飾り、一日に7度も着替えると言われるほどであり、大阪住吉の潮干狩りには、潮ひこその真相が好まれたと言われる。 江戸名物と言われた大川の船遊びも、漢文から遠方にかけてが前世紀であった。江戸ではまた、大川の時節の遊覧が、ことのほか華やかであり、現在の花見につながっている。花火は当初、現在の玩具花火のようなもので、和漢三才杖には、ネズミ花火、ろし花火などが紹介されており、将軍吉宗が、教法十八年に隅田川で行った、 川瀬垣が現在の打ち上げ花火の講師と言われる。農家も商家も収茂改めと結びついて家の菩提寺を持ち、追善供養を寺院で行って墓石を建てることも広まった。交通の発達につれて庶民の旅行も活発化し、伊勢参りや温泉への当時なども盛んに行われるようになった。なお、元禄末年から宝永にかけては爆液が大流行している。 富久寺も、元禄から強皇にかけて盛んとなった。伊勢参りのブームは、江戸時代を通じて、周期的に現れ、元長元年、慶安三年にも、一大ブームとなったが、法永2年うるう4月の抜け参りは、京都地方から急に始まった。この行列は当初は1日3000人程度であったが、10日目を、過ぎたあたりから1日に10万人を超える、群衆の大行進となり、 わずかの期間で、大見国、丹波国、田島国、稲葉国へと広がり、京、大阪から伊勢神宮への街道沿いには、無料で宿泊させ飲食させる放射がなされた。周囲に、無断で参詣するので、抜け参りというが、伊勢への抜け参りを家出とは見なさない考え方も京の、町では定着していたと考えられる。放映の抜け参りはわずか2ヶ月に満たない期間で、 その数362万人が移動し、出発地も機内、最後一帯に及んだ。抜け参りは反面では、仮想民の雇用実態への根拠に対する薄積した、感情を解放する役割も担っていた。京では、官営年間を講師とする島原が有利の中心で、原禄期には、祇園花町や伏見の市木町も著名であった。 大阪では皇居の新町をはじめ曽根崎新地などが賑わい、江戸では明暦の大化後に移転構築された新吉原がその中心であった。武士の多い江戸にあって有利は当初は大名、旗本、老人、町役子などの遊び指南を中心としていたが、漢文年間以降は気分、奈良茂などの豪商の大臣遊びに示されるように、町人の遊興地へと変化していった。 共放年間には、江戸の遊女は、総勢3000人を数え、最盛期を迎えた。三都以外でも、各地の城下町、港町には、遊利の展開が見られた。昼は極楽、夜は、竜宮と称された遊利も、封建体制のもとでは拘束された閉鎖的な社会で、あり、遊女の中には年貢を払うために身売りされた貧農の、娘も多く、 参照から強制的に送り込まれた者もいた。形成屋の営業者たちも、町人としての権能を与えられす先民に準じる、扱いを受け、遊郭全体も、生涯の地とされた。有利はまた、社会の必要悪という意味で、悪所に他ならなかった。従来、江戸文化には、原読文化と、火星文化の二つをピークとみなす考え方が、有力であったが、実はそれ自体が、 近代主義的理解であるとし、むしろ18世紀に江戸文化のピークがあったとする見解がある。それまで深海地と見られてきた江戸にあっても、学者や芸術家の活動は盛んであったが、その多くはなお慶大阪や畿内、西国から下った人々であった。鹿の丹雄住吉す慶、花房一丁、北村紀銀、薩摩清志雲、西山総員松尾芭蕉、 木下順安らが、いずれもこれに属する。これに対し、山が祖皇、関高和、戸田も水らは、東国、大湯の出身で、荒井白石、小牛空いらは、江戸の出身である。歌舞伎では、初代、二代の市川段十郎、初代、沢村宗十郎が、江戸で活躍する。段十郎は、東国出身であるが、宗十郎は、情報出身で、 原読期以降に現れる、小山の初代中村富十郎、二代目、瀬川菊之丞、二代目、吉澤綾明らも、情報出身ながら、江戸で名声を獲得した俳優である。江戸における文学や芝居がけ、大阪をしのぐ勢いを見せるのは名は、安永の頃まで待たなければならないが、江戸の地位が、上方と並ぶ、都市文化の中心となる端所が、この頃に作られたのは、 疑いないなところである従来、元禄文化は、町人文化であることが強調されすぎて、そこに、武士の大きな働きがあることは、比較的軽視されてきた感がある。そしてまた、所を近松は、白石、慶中らは、武家出身ではあったが、武士社会のあるべき規範からは脱落した存在であり、最閣、等としひしも、町人社会の生まれであるが、 あるべき町人の人生からは逸脱者であった。言い換えれば、身分制社会ではありながら、それは絶対的なものではなく、その一方で、役に基づく平等とも称すべき、職業を通じて社会に役立ち、一定の機能を果たしている点では、諸人は対等であるという人間観が成立しており、それゆえ、文学者や芸能者、学者として生きることが、どの階層にも開かれていた。 ここに職業文化人ともみなしうる人々が成立したことは、その後の社会や文化にとって画期的な意味を有していた。日本列島では現内遠部によって東アジアでも民進交大気の戦乱が収束して平和と安定の時代がもたらされた。そのような時代にあっては部位よりも儀礼や秩序が重んじられる。三代家光から六代。 家の部までの将軍の性質は、新農家や、石関家から招かれ、七代家継には、王女との婚姻も予定されたように多くには、朝廷文化が持ち込まれた。公家文化の象徴たる和歌においては、五水能天皇、五祭天皇、霊元天皇が、華道に優れていた。朝人文化、武家文化としての側面ばかりが強調されがちであるが、江戸時代は、 くげ文化が一層庶民に向けて解放された時代でもあった。ありがとうございます。